はい、三人称トムショーです。ペチャンコです。アイデットです。お願いします。お願いします。お願いします。2020年10月6日火曜日、324回雑談放送始まりました。ペンペン。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三人称チャンネルにて会議での公開収録という形を出していただいております。よろしくお願いします。さあ、というわけで10月初の雑談放送になりますね。初、うん、いかがお過ごしでしょうかと。いかがですか。台風がなんかやってきてるでしょ。なんか来るらしいね。いや、今回また九州かと思ってたんだけどさ、うん、変えたでしょ進路。変えて、なんかもうお前とこ行くぞみたいな、うん、意志を感じた。強い感じたよね。思いっきり乗っかりに来たよね。ビャンって来たよね。今週末、あさってくらいかな、うん、なんか日曜とか、ね、土曜日曜、うん、土日で雨が降って週末みたいな感じらしいね、うん、どうなんだろう ねちょっとわかんないんだけど、強さとかよく分かってないな。あ、そうね、なんかまだ自体の強さはよくわかんないわ。前代未聞みたいな感じにはなってないね。一応ね、うん、だからまあそんな大きくないといいけどなとは思ってるけど。そうだね、被るとなると大変よ。大変よ、うん、本当に嫌ですけども、うん、さてさて何かありました？先週から今週、うん、先週から今週はちょうど何もない時期に差し掛かってるんで。ないね。あの一個はさ、これ、うん、まあ、大したことじゃないっていうか、うん、あれ俺なんかやっちゃったのかな、やっちゃいましたみたいな。やっちゃいました、うん、俺なんかやっちゃいましたみたいな感じのやつなんだけど、うん、この間初めて母と LINE の語交換したのよ。ほう、ほう、初めて母親とね。今までずっとメールだったんだけど、うん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 、なんか俺があんまり返信しないから、うん、そのなんかもう返信がないのが心配ですみたいな感じになって。いや、そりゃそうでしょ。 LINE がありますかみたいな感じで言われてさ、あ、じゃあ交換しましょうっつって交換したの。交換しましょう。そう、うん、でその時に俺なんか どうやってこれ ID とかそのあるんだっけなとか、ちょっといろいろ操作してたのよ、うん、で、あ、これだなと思って交換できたんだけど、うん、その後に、うん、そのまあ、なんだろうな、大学時代の、うん、に交流があった人から、うん、3人ぐらいから、うんうん、元気ですかみたいなのとか、何々さんみたいなのがポンポコンポコって飛んできて、え、あれ何これと思ってさ、やっちまったか、うん、なんかだから俺なんかなんかをオープン鍵開けたかなみたいな、連絡先共有みたいなねえ、なんか、うん、で俺確認したら閉じてたんだけど、なんかその一瞬開いたそのタイミングで見つけた人は来るのかな。何一瞬開いたって、なんかポチポチポチって押してなんか押しちゃったの、多分動機押しちゃったってことでしょ。で一瞬やめたの。うんうんうん。でその隙間を縫って、あ、もう一回やったらおしまいでしょ。いや、こいついたなみたいなので来たのかな。一回やったら多分もう一回やったらもうダメ、追加されるからね。勝手に追加されるのあれって向こうに飛んだんじゃない？マジかよ。いや俺それでここ昨日ぐらいから震えてるのよ。ああ。やばと思ってさ。電話帳のすべての人に、うん、とりあえず持ってる人は全員行ったんじゃない？うん。あれ電話番号に紐付いてるもんね、 LINE って。やば。そうかな。うん。だから変わってなければ。やばいよ。俺誰にも返信してないの今。え、それはしないよ。やだよ。もう全然連絡取ってない人たち？まあ全然連絡取ってない。別に仲悪いとかでもないんだけど。ああ、そうなの？別に良くもないっていうか、あ、まあ、なんていう表現すればいいのかまあ分かんないんだけど。あまり何々さんって言われてるのは当たってんの？あ、当たってる当たってる。ああ、俺のこと分かるんだ。それであれ、あのやつで分かるんだね。うん、 ID とかがあれなんか、ああ、なるほど、そういうことか。まあ、あ、そうね。 あと名前普通に出んじゃないの、うん、設定してたら。ああ、 LINE の名前じゃなくて、LINE の名前、その人の連絡先をどう入れてるかは分かんないけど。あ、その人用になるの？なんかそれになるんじゃなかったっけ。あ、あるんじゃない。そうなんだ、多分。うん、その人がなんか変えてたらあれだけど。ああ、うん、はい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 。
ようになるんじゃねえかな。やっちまったね。いやだからこれがさ、うん、もうほんと悩みの種ずっとその今の LINE ってさ、うん、なんかそのトークのところにさ、うんうん、出るじゃない。で俺あんまやり取りする人いないから、うんうん、その画面にいつまでも残り続けてんの、その。あこれがね、やり取り多分するのが多かったら、うん、次第に下の方に消えていくと思うから あんまり気にならなくなると思うんだけど、はいはいはい、あんまりいないから更新されなくてずっと残り続ける、ずっといるのよ。だからこの声かけてくれた人が、うわだからわなんかもう開くたびにああもうダメだーみたいな。あれ既読もしてないの？いや既読はしてるよ。あ読んじゃったよ。えしててそのままなの？しててそのまま。なるほどね。ああ、うん、なるほどね。そうよ。はい、そうですって言わないんだ。言わない。いやもう答え分かんない。そのさ、すぐに答えたら答えられたと思うの。うん。あーごめんねみたいな。うん、でもなんかちょっと一日空いちゃったりするとさ、ああ。なんかもうなんて言ったらいいのかももう分からないみたいな。あ結構ドツボ、ね、ドツボにはまってる感じ今。なるほどなー、うん。やっべーつって。だからもう母親と交換したばっかりにこんなことになってしまってね。お母さん関係ない悪くない。お母さん全然関係ない。お母さん悪くないから。うん、ほんとやられたよ。うん、といえば鉄道さんが返信しないのがいけないから。そうだよ。そこからそもそもだもんね。そこだから。まあ確かにそうだな。そもそもの話。なんかあれだ送ってくれるっつってたよ。何？二人にもみたいな。なんかあのね手羽先を送ってくれる。なんで？そのうち届くと思う。だからマジ？うん、どうして？なんかさほら三人で一緒の場所でなんかやりましたみたいなのがあったじゃない、うん、はいはいはい。なんかそういうのこう結構見てるらしいのなんか最近。あーそうなの？最近にそう見てるらしいの。なんかうちの母も、母も父も見てるらしいの。父も？そう、それでなんかちょっとなんか頑張ってくださいみたいなので、えマジ？なんか送りますみたいなので、なんかレッズの選手がやってる、おう手羽先が元レッズ。なるほど。コオロギかな。そういうことか。そうがやってんの？が関わってるのかやってるのかちょっと忘れちゃったけど、なんか裏にあるのよ。なるほど。すごい。やなんで手羽先なのかなと思ったんだけど、ローストチキンかな。なんかね、ローストチキン。ああ、うん、送りますみたいな。の連絡だった。ほっとねー。わかりますよ。いやいや、じゃあもう下手なこと言えねえな。そうすると。そうだね。もう言ったけど俺今。まあ言ってるな。まあ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 。ダメだよ。いやいや、うん、雑談も聞いてるの？いやそこまでは分かんない。なんか動画を見ているみたいな。なんか動画を見ていますみたいな。なるほどね。うん。まあ実写とかは見やすいしね。あーまあそうだね。うん。うん、確かに。そうですか。感じみたいですわ。だからもですか。まあまあっていう感じ。じゃあちょっと楽しみにしとく。そうだね、楽しみ。そうだね。それは。いや俺は食べたことあるんだけど、前にも買ってもらって、いや美味しかったのよすごく。あ本当に。うん。だからまあまあまあ。ありがたいですわ。へえ、そのレッツ界隈ではなかなかあれなの。いやなのかな、わかんない。やっぱ。なんか多分レッツと癒着があるだろうから、うちの癒着ね。それで多分、うん、もう買って送ろうみたいな。あなるほどね、貢献しようみたいな。そうそうそう、別にだから送ってやろう。そうそうそう、雑談で言いなさいみたいになるかもしれない。あそうだね、やばいわそれはやばいね。レッツのためにそう、あなた言いなさいっつって、 URL も書きなさい、手紙で書いたよ。あるかもしれない、あるかもしれない。なるほどな。まあ、そんな感じかな。なるほど。うん。あとね、これもう一個ね、うん、お始めたことっていうか、うん、始めたことをちょっとがやってみようというかね、挑戦っていうか、うん、し始めたことがあってさ、うんうん、まあここ最近で、まあ、5月ぐらいから始まったことなんだけど、うんまあ、ちょっと私ね、うん、体の方がまあちょっと成長してるんですよ。あ成長期だよね今。そう、うん、でさあ、な自分でもまあちょっと成長したなっていうのは分かってるんだけど、うん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 、その動画のコメントとかさ、実写とかで出てるさ、うん、とさ、うん、なんかコメントでも成長してますねみたいな、テッドさん成長してますねみたいなこと書かれるわけじゃない。だからあまあ確かに成長してる、そうだな、成長してるなみたいな。でまあいいんだけど、要はガリガリに細くなるよりは、うんまあ、多少なりともねこうちょっと
シュッと成長してた方がいいとは思うの。ああまあね、うん、ね、それはあると思う。減るよりは増えた方がまあいい、うん、いいわけだから、うんうん、まあだから、うん、でもまあでもちょっと確かに本当、まあ、原因っていうのはさ、もう確実に分かってて、うんうん、まあ一個はちょっと、よく食べてるってことなの。食いしん坊なんだ今。ちょっとね、ここ最近夜食いしん坊なのよ。夜食いしん坊？そうでさ、やっぱ男の一人暮らしで結構か同じように感じてくれる人いるかもしれないけど、うん、一回そのウーバーイーツとかさ、出前に頼っちゃうと、うん、あ、分かる分かる分かる。もう出前なのよ。ずっと。あ、そんな？もうかなり。頻繁に、あ、まあ、買いに行くとかじゃなくて、あ、もうもう頼んじゃうと、もう持ってこいよみたいな。 あコンビニはあんま行かないんだよ。端から端まで全部持ってこいよみたいな。あ、楽さを知ってしまうとってことよね。でさ、まあ、そういう出前物ってさ、うんうん、まあ、やっぱちょっと揚げ物が多かったりとかさ、なんかそういうのが 目立つじゃん。はいはいはい。でそういうのをウーバーイーツで自分が出向かずに頼んでるくせに少なめにするっていうのもなんかちょっと難しいのよ。なんかまあ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 なんか頼みたいもん頼んじゃうわけ、うんうん、だからなんかこう制限するっていうのがちょっと難しくて、はいはい、それでちょっと、ね、うん、結構食べちゃってるなっていうのは感じてたの、うんうん、だからいや これはちょっとだから、まあ、昼は食べたいもん食べるとして、うん、夜はちょっと何かこう抑えた方がいいだろうなっていうのは思ってたのね。うんうんうん、でじゃあどういうのを食べるようにすればいいんだろうって思った時にいろいろ調べてたらさ、うん、オートミールっていう単語がこう、ああ聞いたことありますね。オートミール、そうオートミールっていうものが世の中にあるのよ、うんうん、まあオートなミールなんだけど、うん、どんなミール、ね、オートなミールなんていうのあれは、なんか何雑穀みてえな雑穀米。いやそういうんじゃないな、なんて言うんだあれ、なんて訳すといいの。いや俺も名前しか名前しか分かんないんですよね。オーツ麦、オーツ麦、オーツ麦、なんかね、カサカサしたほんと麦のなんか上の方みたいなのが入ってるのよ。カサカサ上の方、そう白っていうか黄色っていうか、うん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 、それをなんかこう水でふかして食べましょうみたいなものの、うん、はいはいはい、でそれがなんかこれも本当にそうなのか分かんないけど、まあどうやらダイエットにはいいらしいよみたいな、うん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 、だ糖質、まあ、制限的な感じのニュアンスがありますよみたいなね、感じらしいのよ、うんうん、だからちょっとじゃあそれ、これもでも始めたの昨日からなんだけど、おうおうおう、うん、ちょっとやってみようかなと思って、うん、でじゃあそれをどういう風に食べるのかって、まあレシピいろいろあるんだけど、うんうん、まあ、要はちょっと自炊っぽくしなきゃいけないのよ。なるほど、作んのね。そう、なるほどなるほど。だからその作るためのものをまずちょっと用意しなきゃっていうのでさ、あ、なんかフライパンとかそういうのをちょっと用意してさ、ほう、でなんかオートミールチャーハンっていうのができますよみたいな。チャーハン好きだもんね。そうだ、俺チャーハンは作れるからさ、うん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 、あ、チャーハンいけんならいけんじゃんみたいな、うん、で昨日かな、うん、そのチャーハンの素とかさ、なんか、うん、とにかくいろんなものをスーパー行っていろんなものを買い込んだのよ。買い込んだ、はいはい、でこれがさ、スーパー慣れしてないとどこに何があるのか分かんないのね。まあそうだね。どこに、ニンニクはどこにあるのみたいな。そうね、さまよってさ、ぐる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 さまって、あ、ここにこれかみたいな。めちゃめちゃ時間かかるよね、うん、そう、めちゃくちゃ時間かかった。マジで分かんなかった。スーパーね、スーパー難しい。難しい。そうで、まあとにかくしこたまいろんなもん買い込んで、うん、うん、いざそのレシピ通りにさっき作ってみたんだけどさ、うんうん、おう、最初の一口目がすげえまずくて、あれわ、レシピ通りだとまずと思って、うん、で鶏ガラ入れたら、あ、鶏ガラの味だ安心と思ってさ、それでまどれが食べられるなみたいなそんなもうそれは何、何の味な感じなの。なんかね、いや、オートミールってなんだろうねあれね、なんか失敗した米みたいな、米っていうか失敗した米、うん、何か失敗したものっていう感じの味がする全然想像ができないなこれは俺の作り方が変な下手なのせいもあると思う。
味はするの？味がしなくてとかじゃなくて、味はなんかの味がする。なんかの味がする。どんな味なんだろう。あのメッコールって飲んだことある？メッコール？メッコールないか。ないな。メッコールって。なんかね、ビールのアルコールが抜いたみたいな。あ、ないな。昔あったんだよね。自販機で売ってたんだけど、メッコールっていう。知らない。なんかね、あんな感じのこれ飲み物じゃねえみたいな。感じだ。これを食うの俺みたいな。食い物じゃねえみたいなこと？うん。なんか。可愛い女の子がでも料理が下手ですみたいな感じで失敗しちゃったってへみたいなんで出してくるみたいな感じのが出来上がったのが俺の最高傑作として出来上がったから、ああこれはなんだろう、でもなんか何かしら足せば食べれるなみたいなレベルのもの、味付けをちょっとすればってことね、うん、ができて、まあまあ俺もね本当に久しぶりに料理って言っていいのか分かんないけどしたし、これから多分森より上達していけばもっとうまくうん、できるんだろうなみたいな、味をつけていける、そう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 、で世の中にいっぱいそのオートミールのレシピっていうのがあるから、あーなるほど、まああるだろうね、そうそうそう、だからまあいろんなアレンジでいけるのかなみたいなのも考えつつ、ちょっとしばらくそのそれで試してみて、夜だけはそういうので、うんうん、どんなもんかなっていうのをちょっと試してみようかなっていうのをちょっとね、なるほど、 やってみようみたいな、それだけを食べるの夜は、なんかプラスでなんかとかじゃなくて、いや、まあオートミールにだからそれこそサラダとか、うん、チャーハンにした時はサラダレタスみたいなの入れて、はいはいはい、あと肉も入れたし、うん、なんかもうごちゃって混ぜ合わせてボラってやるみたいな、はい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 、やってたから、そう、なるほどね、だからそう朝はなんかオートミールとヨーグルトを合わせるといいですよみたいなさ、朝もあったから、え、これもどうなんだろう、朝いるのか逆にいるのかいらないのかみたいなよく分かんなくてさ、オートミールにヨーグルト、そう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 、ヨーグルトだけでも大丈夫そうな気するけどな、そうなんだよね、朝どうなんだろうと思って、ね、逆に、まあね、やりすぎてないかなみたいな、ああったりもするんだけど、だからなるほど、でもまだ俺だから初心者だからさ、分かんない部分が多いのよ、そのオートミールの可能性を、うん、俺がやると水が足んねえのか、なんかすげえ おやきみたいになっちゃうし、おやきみたいになるの、オートミールと水を入れて、うん、ガーって混ぜ合わせて、レンジでチンするのよ、うん、そうするとこう膨れるみたいな感じなのね、うんうんうん、でそれで出てきたもの、俺だから完成形がどういうものかあんまり分かってないからさ、まあ確かに未だに話聞いててもイメージはできてない、うん、俺もイメージできてないよ、うん、全く、うん、なんかね、かチャーハンになるってパラパラになるって書いてあったから、うん、パラパラになるのかなと思ったけど、なんか塊が塊ができたなみたいな、なんか、まあでもそれが一発目でしょ、そうこれからだから何回かやってたら、だからいいもっと分かってくるんだろうね多分ね、うん、パラパラにもなるよ、そのうちにはさ量りがないから、おう、うんうん、でも大さじ小さじ量るやつはあるから、うんうんうん、でネットで調べたらこの大さじ1杯オートミールが何グラムですよみたいな書いてあったから、うん、一応それ通りにやってるんだけど、これが果たして合ってるのかどうかもちょっと分かんないなるほど、ね、正解が分かんない状態で、ね、何も正解が分からない状態で、うん、挑んでんだね、挑んでる今戦いを、昨日から始まったわけだ、それが昨日から始まった、ああ初戦はあれだね、いっぱいしてるね、とりあえず、でもね食べられるんだよ、でも鶏ガラみたいの入れちゃったんでしょ、もちろんもちろん、でも鶏ガラ入れちゃダメってことないでしょ別に多分そうか、多分ないはず、結局それ鶏ガラ食ってるようなもんだからね、そうこれってね鶏ガラ食ってるの、うん、なんかってなった時にとりあえずマヨネーズ入れたら食えるみたいなイメージでしょ、そう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 、同じだよね、だからもうほぼマヨネーズ食ってんじゃねえかみたいな、そうそうなのだから、なるほどね、だからもう勝ってはないよな、負けてもないんだね、分けてる、だからそう分けてるね、分けてる今、そうか、でまあちょっとやってみようかなと、まあ自分の体のためにもね、なるなら、なるほどね、いいかなと思って、ちょっと挑戦してる、オートミールとかじゃないけど普通に米抜いたりとかは、炭水化物を抜く、そう俺はそっちだったな、でも、抜きすぎはやっぱ良くないみたいで、そうみたいだね、そう、うん、筋力落ちちゃうから、だから筋トレもちょっとしつつやってたりしたけど、うん、うん、なかなか良かったですね、俺でもね米抜けないんだよねあ、そうなの、抜けない、あのね、一時期米食べなきゃいいんでしょみたいな、うんうん、もう知らないってなってたんだけど、うん、
米がうまくてさ。いや、わかるよ。米うまいのわかる。なんか米食べたいなーってなって、あー米食べたいっつって米食べたら米うめーってなってさ。いや、わかるわかる。それさ、あのタバコやめた人がよく言うって聞くんだよね。あー、そうなんだ。タバコやめてお米食べたらあれ、うん、うまいって。いや、タバコやめる前から米うまかったのずっと。あ、ない一生前よ。好きなんだ。わかる。お米好き。米はね、好きなのよ。あ、そう。そう。うん。わかる。お米だけでいける？お米。いや、いけるときはいけるかな。お米だけ。あ、あんまり食べないけどね。米だけでいこうとは思わないから。 あんまりそうやって食べないけど。なんかあるならなんかやるよ。うん、うん、それしかねえんだったら行くけど ね、 それしかねえんだったらだってもう無理だもんね。死んじゃう。そう、米だけしか今日今ねえなってなって、うん、米だけしかねえってすごいね。でも、うん、そうだね。米はあるんだ。へえ、米ね。でもなんか意外と俺はその、いや俺もやっぱさ、なんか買う時になると、いやこれ米と合わせた方が絶対いいじゃんっていうのあるじゃんか。いや、そうだよ。でも意外とオートミールチャーハンだって米チャーハンの方がめっちゃうめえなって思いながら食ってたもんね。でもその要はお腹を満たせれば結構よくて、そのだ買うまでは大変なのよ。でもいろいろ想像しちゃうじゃん。はい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 。これ食べたい、うわ米食べたいって思っちゃってるんだけど、うんうん、いざおかずだけを買っておかずだけ食べてると、うん、結構お腹いっぱいになってきて、ああ別にもういいかもなって感じになるのが続くんだよね。ああ、なるほどね。そうそうそう。まあでも確かにそうなんだよな。お腹空いてる時にコンビニに行くと、うん、これも食えるあれも食えるってなってさ、そう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 。で帰ってきて、でいざ食い出すとさ、これいらないやわかる。海外にいたけど大体一品多いよね。そうなんだ。これいらなくないみたいな。もったいないから食べちゃってとか、ちょっと開けちゃったからもう食わなきゃみたいな。大体それで食べ過ぎちゃうのがね、やっぱあるんだ。あるあるある。抜いてた時はそんな感じだったな。なんかあえて本当おかずだけ買ってみてみたいな。確かに足りねえんじゃねえかぐらいで止めんのがいいんだろうなっていう、うん、ほんとね。八分とはよく言ったもんだよね。うん、気はするけど止めれないんだよ。分かる。 あるから食べなきゃってなっちゃ う、 そう、ガストとかでもさ、うん、あるんだけどもうおかずのみみたいな。ほう。ああ、はい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 。米をつけずセットにしないみたいなやつね。そうそうそう、ハンバーグのみみたいな、うん、ああいうのとかよく食べてた気がする。抜いてた時、ね、うん。まあでもまあちょっと、うん、あったから。でも同じのレシピしか覚えてないとちょっと飽きちゃうから、ちょっといろいろ調べようと思うのもあるんだけど、なんかちょっとね、うん、これ聞いてる人でなんかこれ簡単でおすすめみたいな、はいはいはい、あったらちょっと教えてほしいなとは思ってます。あ、ただ一つ言っておくかだけねのは、俺はもう本当に料理がよく分かってないっていうことね。あ、なるほどね。そうそうそう。それを踏まえた上でなんかできるもんがあったらちょっと教えてほしいな。そうか、いいな。ちょっと俺もだから最近言うて体重増えてきてる、うん、まあ確かにちょっと悪くなった感は、うん、そうでしょ。昔に比べたらもう全然、いやまあそりゃそうだよ。いやでもそれはね、もうしょうがない部分もあると思う、うん、なんかもう人間ってこうって思った方がいいの？もう昔には戻れないの？昔は何もしなくても平気だったけどさ、そうなんだよ。やっぱ運動しないで、要は維持しようとしないでそのまんまいると、まあどんどん崩れていくもんだよね。年齢によってね、体調も悪くなってくるし、あっという間よな。なかなかついたもんが取れなくなってくるらしいからね。取れない取れない。俺だって運動とかも頑張ってしてるけどさ、もう取れなくて。なかなか取れない。やるせない気持ちになってるもん。だからそれ食べてたからなんだけど、結局。だからちょっとここで、ちょっとだけ舵を切ってみようかなみたいな風に。なるほど。なるほど。でもすぐやめるかもしれないけどね、それは。これは本当食に関してはさ、やっぱ幸せな時間だからさ、食べる時間って。まあそうなんですよね。そう、食べてる時って本当に幸せじゃない。そう、食でさ、あのストレス溜めたくない。そうなの。俺もそういうタイプで、いや食はあんまり妥協したくないなって感じなんだよね。そう、俺はそうだった、うん、やっぱ食べてる時は本当にそうあーってなるから。そうね。だから今まで好きなもん食べてたのよ。ここはもう行かせてくれよみたいな。いや、わかるよ。結構なストレスになるからね、マジ。そうなんだよね。なんか
こう痩せなきゃっていう気持ちがね常にこうあるとさ、うん、そうなんか嫌よね。そうなの。でもコメントにもありましたけど、うん、恋をすればいいんじゃないかと。恋をすればいい。ちょっと言ってる意味が分からないですね。要は失恋したらげっそりするとかそういうわけではなく、自分を磨くようになると。ああ。その人のために自分をよく見せたいってことで、まあ運動が増えたりだとか、食事制限もなんか頑張れたりだとか。でもさ、恋ってしようって思ってできるものなの？いやまあ。でも最初はその意思がないと多分、うん、ああなるほどね、うん、ないんじゃないですか。いざという時のために磨いとけよってことでしょ、うんうん、要は、うん、そうだね。そうそうだね。痩せたいからさ恋をするっていうさ、うん、そのなんていうの言ったら逆。そうだね。いやまあ逆よ、それは逆ですよ、うん、でも 今からさ、いや見つけた方がいいのは確実じゃないか君たちも。え？これは間違いないでしょ。痛い痛い。なんかちょっといやストレスか。ストレスで食べたくなってきたな。何か間違っているかな。ストレスでなんかもうチョコとか食べなきゃ今やっていけないわ。急にオートミール食ったのに米食い出すぞ。おいおい。オートミールにチョコ混ぜて食おうって。間違えていないだろう。ああ間違えていないでしょうに。イライラする。タバコ吸いたい。タバコの葉っぱをオートミールにして吸いたいわ。ダメだよ。まあまあまあその意思は別としてさ。まあまあ確かに。でもそうね、言うて知り合いにいますからね。どういうこと？その好きになった人がいて、その人のためにもともと120キロあったんだけど。おーすごい、おっきいね。そっから80だか70ぐらいまで。すごいね。そんなに減らせることはで、まあちょっとずつちょっとずつなんだろうけどね。そう。すげえな。その人は、まあていうか知り合い、君たちも知ってる知り合いだけど、ノートにメモってた人？そう。毎日ノートに食べたものとかカロリーとか全部計算して書いて、それを日記のようにつけていく。いや俺絶対絶対できないもん。あれすごいなと思った。ああ、ね、で今日はもうそういうのすごい、ね、これぐらいしか食べれないんですみたいな、なんかでもさ、うん、それいいらしいね、うん、レコーディングダイエットっつうんだっけな。あ、そうなの。自分でもうほんとちゃんとしっかり書いて、うん、記録してってここまでしか食べれないよっていうふうに決めていくっていう。いやすごいなと思ったよマジで、うん、だから自分でライズアップができるってことだよね要は。そう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 、それができたのも本当恋の力、恋の力なんですよ。なるほどな。恋って素敵なんだね。すげえもんだなと思ったもん。それすげえな。話聞いた時に俺そこまでの恋をしたことがないかもしれない。この人生で。ああなるほどな。いやでもその時はだってね痩せてたわけでしょ、うん、多分。ああまあ確かにそうだな。うん、そうだな。必要がなかった時だったわけじゃない。まあまあ確かに確かに。そうだわ。だからこれから、これからあるかもしれん。そうだな。あるかもしれない。かもしれない。まあまあでもだから俺はそれに向けて一歩進んでるわけです。ああそうだね。そうだ。いやいいことだ。ジャンゴさんには申し訳ないけど、俺はこのオートミールという列車に乗って。でも俺も言うて夜その米類を抜いてスープとか。あ、汚ねえなお前。っていうのはちょこちょこはやってるのよ。汚。乗ってんじゃんお前も列車に乗り始めたな。乗り始めてんじゃん。いやでもねこれ俺結構前から、うん、あ、そうなの。そう結構前からもう半年前からやったんだけど。じゃああんまり意味がねえけど。そうそうなのよ。まあプラスで動かないと多分結局だろうな。いやなんかいやその列車の行き先違うぞ多分、うん、ずっと、うん、やってそれでなんかさこう目に見える不意に何キロ2キロとかさ3キロ、うんうん、あ行ったってなるとさ、あ、じゃあちょっと一回解禁しちゃいますかみたいになって 2,3 キロで、そうそう、あ、一回ちょっと行ってみますかみたいな。それで行くと、うん、なんか急にポッてまた戻ってる。そりゃそうよ。うん、もうだからね、うん、あんなんね、ほんとね、誤差の範囲を今歩いてる。ああ、いやでもそうだよね。いやほんと積み重ねていかなきゃいけないもんなんだよね、うん、こういうの。でもさ、そう、うん、それを思って積み重ねないといけないんだなって思ったんだけど、ふと、うん、
え、じゃあこの食生活を分かる一生続けなきゃいけないのと思った時に分かる、ちょっと絶望を感じたの。なんかコンビニで裏見て、ね、うん、あ、炭水化物こんなもんなんかとか、はいはいはい、ちょっと見て分かる、これなんだ、じゃあソーセージって意外と少ねえんだみたいなのを見ながらやったりして、うん、買ってたりした時にふとこれずっとやんなきゃダメなの、まあ、と思った時に、うん、ちょっとなんかね、いや、嫌だ、あ、俺はね、悲しくなる、悲しくなるよね、俺もそう、悲しくなるのが嫌だから運動してる。あ、それ言われるともういや、そうなんですよ、運動すればそれ解決するんだよね、うん、ドンさん、そうなんですよすいません、そうなの、君の悩みは、はい、そうなんですよ、簡単に解決できるね、うん、簡単に解決できるんですよ。まあでもね、いや、でも運動をし続けるっていうのもこれも結構ね、まあ確かにそう、うん、ハードルはあるから、俺も今まで続いてこなかったからさ、うん、なかなかですよ、自分に合った運動の仕方みたいなのがあるからね、うん、多分ね、今年初めてじゃないかな、うん、こんなに筋トレできてんのは。ああ、まあでも結構首のこともあるからしないとダメになったんだよね、小野さんの場合はもう必須ってことで、うん、そうだね、その、まあ、天気が訪れたわけだもんな、ちょうどヘルニアの前からやってたのが良かったんだけど、結局それがもう癖になってたからしなきゃじゃない、いけなくて、なんかもうほんと癖まで持っていけたから、だからそれがでかかったのかもしれない。なるほどね、で、ちょうど首もやっちまったし、なおさらやんなきゃいけねえなみたいな、余計だったけどな、そう、そこな、余計、そう、すげえ余計なんだけど、そこは余計なんだよ、そうなのよ、うん、だからね、まあまあまあ、ほんと自分に無理ない程度に運動するっていう感じ。なんかもうほんと強制的に、強制的にやる時間みたいな、ほんと言ったら学校みたいなさ、はいはいはい、次はだから体育だから集合だみたいなあ、本当はそれぐらい、いやだ今考えると自分の住んでるマンション全体でね、そう、ピー、はい、集合してくださいってすごい、もう本当にカラ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 ってなってやばいみたいな、そうでした、で点呼取られて、でなんか来ないやつの部屋にはもうみんなで押しかけて、うん、ドン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 みたいな、やだーそのマンションいやでもまあそんぐらいやってもらわないと動けないよね、ちょっとだから縛られないと、なるほどね、うん、やっぱ人間が自分をね律するっていうのはね難しい、いや難しいよね、だからドンさん、ドン、ね、ドンさんって言っちゃったけどさ、あれ関西の人の言い方だよそれ、歳三さんがよく言うやつだけどドンさん、うん、ドンさんはだからようやってるとは思う、よう続いてるなとは思うわ、本当に首抜きにしてやれてますね、やめてほしい、いやもうね、そうだね、もういいじゃん、いや、やめるとそう理想はほんと申し訳ない、やめるとね、理想はやめてほしい、ほんとオートミールの列車なんですよ俺も多分あーなるほどね、すぐ丸くなるからただでさえ丸いからさ顔が、余計際立つのよ、あーね、もうダメなのよ、そうかな、まあまあまあ、でもそんなこんなでね、ちょっと、うんうん、ちょっとしばらく、そうか、やるのはもう乗ってて、まあちょっと様子をお伝えしますよ、なるほどなるほど、これはもう来ない方がいいみたいなのもあるだろうしこっちには来ない、ら失敗でしたみたいなね、いやいや、赤裸々にちょっと語ってほしい、オートミールを関しては、いいと思います、うん、そんなわけで今週もテーマあります、はい、今週のテーマが〇〇の秋ということで、まあね、10月入って、うん、もうほんとちょっと秋だねっていう感じの、もう秋だよ、こうだね、うん、ちょっとロンティーでも涼しい寒いくらいの感じ、あ、一枚じゃちょっときつくなってきたな、うん、朝夜はきついね、うん、昼とかはまあまあまあって感じだけど、あ、俺今日半袖だったなあ、いけた元気あるね、なんか半袖だねまだ、強い、うん、なかなか強いかもしんない、リュッキスさんからのテーマ候補で、おい、まるまる泣き、うん、食欲泣き、読書泣き、スポーツ泣きといろいろ泣きありますか、ミネンスのってはどんな秋になんでしょうかというのを送ってもらってますが、うん、まあこの秋どういう風に過ごそうかなみたいな、俺の場合はオートミールの秋あーなるほど、あーなるほど ね、オートミールの秋始まったんだ、季語はオートミールにしようかなっていう感じではあるんだけど、うん、まあ二人はなんか、まあ秋って限定するとちょっと難しいけどね、いやかそれね考えたけど、いつからいつまで秋だみたいな、うん、すげえむずいなーと思って、うん、だからまあこの、うん、
冬ぐらいになるまでになんかするかいみたいなことでね、いいんじゃない？そのさっきの筋トレの話なんですけど、うん、ね、ちょっと筋トレの腕立てのやり方を最近変えて、うん、これを数ヶ月続けようかなってちょっと思ってるんですけど、ほうほう、その武田真治さんって いるでしょ？真治武田ね、信じたけだ、あのサックスでしたっけとか吹いたりとか、めちゃイケにも出てた、今、うん、いつの間にか筋肉になってるね。そう、いつの間にか今筋肉の人となってるんですけど、うん、あの人のちょっと見てやってるよね、なんかね、そう、筋トレのやり方みたいなのを変えたんですね、うん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 、俺が今までやってた腕立てが、うん、結構その速度速さでごまかすみたいなやり方だったの。へー。で、分かりやすく言うと、筋肉番付で、ああ腕立てのやつね、顎にガチャガチャガチャってやる。そう、顎でカウントを取るみたいな。まああれは極端なんだけど、言ったらあれに近いというか、要は全体で行ってなくて、腕の一部分だけでちょっとこう行って、腕立てできてはいるのかみたいな、一応負荷はかかってるけど、うん、そんなに負荷が実はかかってないみたいな感じの腕立てをどうやらしてたっぽいんだよね、うん、で、この武田真治さんのは、うん、結構もうベタッとくっつけるぐらい、一回腕を曲げて胸をもうほとんどくっつけるかくっつけないか、まあもうなんならくっつけてもいいぐらいのところから一気に上にグンって上げる、うん、上がんないよこれが、うん、20回で相当きついの。いやーきついだろうね、うん、これだと思ってまあこれをやろうと思って一、ね、回やったらもうバチクソバチクソに筋肉痛、バキバキになるでしょ、バキバキあそう、うん、まあそうだろうな、うん、それまではその結構早く腕立てをして、うん、50回とか60回なんなら調子いい時はいけてて、うん、結構なんか増やせていけてるもんだなと思ってたんだけど、うん、だからそれも筋肉痛がちょっと減ってたの、はいはい、あんまなんなくなってたのよ、うん、なんだけどそれ20回やったら一発で筋肉痛、一発でいった、うん、一発でいっちゃった、あ俺の体が悲鳴を、まあでもだから一発で、うん、今までの腕立てで使ってなかった筋肉を使って腕立てをしてるってことだろうね。そうなのよ。かか違う部分とかね。うん、あ、こんなに負荷のかかり方違うのかと思って。だろうね。おお。でちょっと筋トレの仕方を変えてみようかなと思って。もうちょっとなんか回数とかじゃなくて質一回のを変えてみようかなっていうのが筋トレの秋。なるほどね、筋トレの秋、筋トレの秋が来るのかい、ちょっとしようかなと思って、であとね、そう俺背筋をマジでやってないから、あ背筋をやらないとダメなんだよね、一番前使ったら後ろもみたいなよう言うよね、そう、まあ、あと腹筋もなんだけど腹だけがちょっと出てるからさ、うん、今下見たな、見たなんか今感じたわ、うん、今下見たの感じたわ、腹筋は俺もここ数週間ぐらいやっててさ、やってます？うん。リングフィットアドベンチャーを前やってたんだけど、うん、ちょっと飽きちゃったの。まあそうね。リングフィットアドベンチャーに、うん、これはまあいろいろ理由は重なってあるんだけど、うん、なんか海外ドラマみたいにこいついつまでも追いかけてんなみたいな思っちゃって、主人公が、ああボスをね。ストーリーがあるのね、そう、うん、リングフィットって、で主人公がなんかとなんかそのリングフィットのやつが、うん、悪い筋トレのやつを追いかけるみたいなのずっとあるんだけど、うん、あれがなんかもう終わんねえなーみたいな風に思っちゃってさあそうで一時期やめちゃってて、でも腹筋は したいなと思って、うん、でなんか YouTube とかでさ、うん、腹筋で何分間やるみたいなのがあるのよ、うん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 、あ一緒にやってくださいみたいな、そうそうだ、まあ、3分間だったら3分間うん、このワークアウトを一緒にやりましょうみたいなのもずーっとあるから、はいはいはい、なんかそういうのをずっと毎日こう見て、あ一緒にやってるみたいな、その人とおーやってますね、っていうのをまあそうやってるんだけど、うん、まあだからそれと合わせてオートミール腹筋だったらちょっと多少はね効くのかなみたいな、あ効くんじゃないかなそれ、良さそう、そう
やってるんだけど、筋トレの秋じゃん、鉄塔さん。俺もだから筋トレ、でもこれは秋だけじゃないからね、前からやってたからね。ああ、そうかそうか。そう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 。腹筋がさ、腹筋も背筋もそうなんだけど、うん、その、うん、首を気遣ってやるのが難しすぎて。そうだね、大体首ちょっとグッて上げてる。上げちゃうじゃんね。手で首さ、あ、まあ、あの後頭部のところに手持ってきてさ、昔ってそうやってやってたじゃん。やってた、うん、やってた。そうするとさ、もう手でさ、うん、思いっきりもう頭上げようとするから。そうだね。そうするともう首だって首持ってこうとするもんね。だから使わないやり方もね、あるてか使わなくていいみたいな感じになったじゃん、ちょっとこう。ああ、そうなんだ。時代が進むにつれて、なんか、うん、俺足上げのしか知らなくてさ。ああ、うん、足上げるのあるね、確かにね、うん、でもあれはなんか下側らへんがつくみたいな、なんか場所によって違うんだ。場所が違うんだよね、ちょっと。あるあるかも。ちょっとそういうのまだ調べられてなくて、うんうんうん、背筋なんてもうマジで一番わからん。背筋なんて、なんか、うんっつってなんか体持ち上げると背筋さ、うん、一人でできなくないあれ。そう、いや無理だよねあれ。あの俺普段そのあのやり方しか知らないのよ。そのなんか二人一組でさ、はいはいはい、うん、足のつま先あたりに乗ってもらってやるみたいな、うん、そう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 、あれしか知らないんだけど、うん、できんのあれ、他に他のやり方あんの？一人でやろうとするとさ、もうなんか1ミリぐらいしか浮いてないの。なんかそうよね、ちょっと震えたなこいつみたいな。なんか電気流れてないからビクってなったなみたいなね、ビクってなったみたいなくらいしか上がんなくてさ、分かる分かる、どうすりゃいいんだこれはと思って、背筋難しいと思う、多分全然できないんだよね。分かる分かる。ちょっと筋トレを頑張ろうかなと。まあでもそうだね、うん、ここから冬になるとなんかなかなか動くのも億劫になっちゃうから。そうですね、ちょっとなりともねできたらいいとは思うわ、俺も思う、それは。はあ、そんな感じです。ペイさんはどうですか？俺ね、多分おそらく毎年、うん、こんな感じなのかなっていうのが、うん、結構ね、散財の秋を感じてて、 お金使いたくなる季節ってこと？そう、使いたくもなるし、うん、多分一番のはその iPhone が出るとか、あそのタイミングがここだったり、確かにこのぐらい9月くらいからちょっとなんかざわつき出すよね。そう、なるほどね。で10月11月とかにこうね、携帯新しくしたり、言ったら時計も新しくしたりとか。そうね、確かにでイメージあるわ。気づくとなんかね、いろんなこう あれ欲しいなとかっていうのが買ってんのが大体ね10月11月とか、ね、夏終わりとかなんだよね、そういうガジェットとかさ。あ、なんかこれなんか発表のタイミングとかがあるんだろうね。まあ多分あると思うんだよね。わ、これ欲しいなと思ってんのが大体結構やっぱ、うん、はい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 、この辺で買っちゃう。なるほど。今なんか狙ってんのあんの？これちょっと欲しいかもしれないですみたいな。いや、まあ携帯は、まあ出たら買っちゃう。結構もちろんそれはやっぱ買うんだ。そこは iPhone はもうもちろん買いますよ。すぐ買ってるもんね。10月の真ん中ぐらいに、あのもしかしたら、まあまだ噂だけど、噂ではその辺に、があって、そう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 、今年はちょっと遅れてるから、コロナとかね、いろいろあったから。そう、いつも9月。ペイさん、ちっちゃいのを買ったんだっけ？あ、SE、 SE はそう、この前3ヶ月前ぐらいに買って、うん、でもう戻したんだけど。生産ってほんとね、そのなるほどね、よく買ってやめてる。いや、戻してもあるんだよ。大丈夫。何かしらガジェットをこれ買ったんだみたいな、うん、キックスターターで買ったんだみたいな自慢してたのがあってさ、うんうんうん、編集にすげえ使えるんだよみたいな。言ってた。なんかね、どういう機械なのか俺未だにちょっとよく分かってないけど、なんかレバーが一個ついてるみたいなので、あーねー、これ使えるんすわみたいな。キックスターターは本当にね、うん、本当かけよ。言ったらまあそういうものなの。まあまあ、キックスターターそうだよね。応援してくださいって言って、こっちがじゃあ応援します。そうそうそう。で成功したら商品になりますよ。うん、でも早くやってくれたからお礼で送りますみたいな。そう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 。うんうん、それでだって2年前ぐらいかな、Mac。うん、の昔のノートパソコンって、うん、マグネットで充電できたのよ、うんうん、パチンってついて、うん、で最近は刺さなきゃいけなかったんだけど、うん、マグネットにできますみたいなアタッチメントが、うん、
ってたからいいなと思って応援したの、うん、海外の人、うん、応援するのはいいことだよ。そう、まあいいことですね、うん、でね2ヶ月後ぐらいに来ますみたいなさ、うん、でまだかなまだかなってなってるとちょっとしたなんか工場の画像とともに、うん、今少し遅れてますが絶賛生産中です、うんうん、ご期待くださいみたいなの来て、うんうん、でまた1ヶ月後ぐらいになったら、うん、色新しいのを作ります、何色がいいですかみたいな、うんうん、来て、うん、それをずっとやってたら来たのが1年後、うん、かかったね、かかるね、もう忘れちゃってるでしょ1年後、もう最後の方は、うん、もう別にマグネットにする必要ねえと思ってる時期だったから冷静に考えたら別にかなみたいなね。そうではやっあまずあなんだこれ海外からなんだこれと思って、あーで逆にちょっと怖みたいな感じだね。で開けたら あそうだこれだと思って、うん、でさワクワクしてつけて一回やったらさ、うん、全然充電できねえの、あれあれあでももうさもうそれがさ2ヶ月とかだったら、うん、いやちょっとこれダメですよみたいなね、来ないっすよみたいななってたんだけど、1年後の完全に熱が冷めて、そのいくらだったかも忘れちゃってるぐらい、もうこっちも悪いんだけどさ、その時に何これ全然充電できねえじゃんと思ってふざけんなっていう気持ちにもならず別に今したくてその充電をマグネット化したくてしょうがない気持ちでもない、あしかも探したらもうアマゾンにあるのよとっくに、あーあるんだ、だからもうそういうようなのに同じじゃないけどちょっと変わった商品があるってことだね、うん、だから場合によってはやっぱりちょっと難しかったりするんだけど、うん、だからそれも言ったら11月頃よ、あーその時期なんだ、そうやって次の年の確か2月違うわ、ね次の年じゃないもう次の次の年の2月、1年丸々空いてちょっと2ヶ月そういうことか、うん、そりゃさやべえな、そりゃ忘れるよ、まあ忘れるね、なるほどね、うん、だからまあ今年もまだね今ちょっとねそのまあ携帯以外でなんか特別あーなんかこれいいな欲しいなっていうのは、うん、今んとこないけど本当にね不意にネットサーフィンとかしてて、うん、なんかツイッターとかでもさなんかこれが発売されますみたいな、うん、時々あるね、なんかそうそういろんな、ね、そうそうそうなんだこれって思う瞬間も俺もある、うんうんうん、そうそれをさ俺リストにしてるから、うんうん、そういうのが出るとえマジと思って、うん、不意に買っちゃったりするの、なるほどね、結構な確率で失敗して、そう失敗じゃないんだけどね使ってないだけだよね多分ね使ってあなるほどこんな感じかでも満足してる、うん、そうそうそう、そう1回ぐらい使って、うん、それと似てるかちょっと分かんないんだけどさ、うん、インスタでさ、うん、なんか広告が結構あるんだけど、あるあるある、なんかこんなガジェットあるのみたいな広告がインスタって結構多い気がして、なんか知らない、あ俺あんま分かんないな、それは多分ね、うん、インスタの広告って多分何か見ているのに反応して同じようなのが出てくるんじゃないかな、そうなんかな、俺だからインスタで一回広告で靴買ったことがあるのよ、あ安いやつだけど、そしたらなんかもう 靴とかそういう服ばっかの広告になって、あ本当、うん、なんか俺が見たのさ結構ガジェット系が多くて、あもう車でその、うん、つけれる携帯置きとか、はい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 、が結構なんかハイテクなんだよね、なんかさだからううマグネットでピタッとかついたりさ、ね、そうピタッとついたり、あるあるある、なんかその結構そのなんだ向きを簡単にボタンでガシャって変えれたりとか、うん、なんだこりゃみたいなのが結構あってさ、だからやっぱ車関係のものを結構見てんじゃん、あそういうことなんかな、俺だってたまに見たらあのあれだもん携帯のケース、うんもあiPhone のケースでなんかマグネットでパチンってなりますとか、あのここナイフで削っても大丈夫ですみたいな、なるほどねのが出てきたりするから、そうねやっぱその人によってあれ関連で関連で来てるのか、関連で出てくる、そういうことか、そうええなあ、なるほど、
よくできてるね。よくできてるね。よくできてる。うん。マーケティングなんだろうな。だろうね。まあじゃあ、皆さんのこの秋どうするかっていうのをちょっと、聞いていきましょう。はい。うん。ヘルイエーさん。女性ヘルイエー。どうさびさてっとさこんばんは。まあまあ。今回のテーマは丸々なきということで、私はシックスパックの秋にしたいと思ってます。お、腹筋6つ。腹筋だ。腹筋6つのシックスパックね。というのも数ヶ月前までかなりぽっちゃり体型だったんですが、コロナ禍の中、たまたまタイミングよくリングフィットアドベンチャー、ああリングフィットをやってっていうことができ、ダイエットの神が舞い降りてきました。あれ、うん、実際にやってみると私に向いているようで、とっても楽しく筋トレができ、ほぼ毎日続いております。いいですね。そしてこの数ヶ月でマイナス9キロ、すごいね。いやすごい。何ヶ月で？数ヶ月。数ヶ月で。すごい。数ヶ月っていうのがどのぐらいなのかちょっと分かんないけど、まあ、コロナ禍だから始まってからだと考えても3月ぐらい。まあ半年。まあ半年ちょっとかな。いやすごいな。いいですね。この秋はさらに負荷を上げて夢のシックスパック筋目指して筋トレします。いやー。いやだからこの成果が現れるとやっぱ。いやそうね。人はね前に進めるのよ。進める。いや俺も多分成果が出ないって思った瞬間に諦めるの人は。いやー俺もそこまでいった。だから一発目に見えた成果が欲しい。2、3日で。わかる。ああ、それはなかなかですよ。わかる。2、3日で急にほんとげっそりぐらいになったら。まあわかる。マジかよってなって、もう止まんなくなる。なんかこういうふうにでも、ダイエットっていうのはね、なんか、多いみたいで。俺もそうだったけど、なんか、ダイエットの秋。リボ地獄にハマった男さん、男性の方も、ダイエットの秋したいと。私は今ブラック企業に勤めているのですが、やばやば、ストレスから毎日のようにお酒を飲み、暴食に走り、2年間で30キロ近く太ってしまいました。あららららららら、ら現在の体重105キロ。あ、いったね。このままではまずいと思い軽く運動しているんですが、なかなか体重が減らない中、あ、これあれだ、ドンさんの言ってること同じだな。最近素敵だなと思う女性と出会えたので、あら、うわ、なんとか振り向かわせるためにも本格的ダイエット始めています。あら、魔法だな。これだわ。なかなか体重が減らないでも、その前に、え、でもまだリボ地獄をどうにかした方がいいんじゃない？本当だよ。元金が減ってないぞ。いや本当にさ。体重じゃないぞまず。そうだな。元金。本当に本当にそうだな。減らねえからな元金は。減らねえんだぞ。マジで。減らねえらしいな本当に。今年中になんとか15キロぐらい減らしたいと思っているので、年内最後の雑談の時にはいい結果を報告できるように頑張りたい。あ、そう、それをちょっと聞きたいよ。まだちょっと始まったばかりじゃない。やっぱそのままって聞くのか、どうなのか、ちょっとあと元金もどんぐらい減ったのか、ちょっとそうだね、そこは減らしてもらわないと。あれはね、減らした方がいいまず。続きまして、はい、アキンポスさん、男性の方。ポス、最初、みさん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。僕は今年の秋は映画をたくさん見ようと思ってます。うん。なるほどね。僕は好きな映画を何回も繰り返し見てしまうタイプなので、有名なものや名作と言われている映画でも見ていないものがたくさんあります。うん。うん、そういった映画が必ずしもいい映画ではないのかもしれませんが、例えば三人称っていうところのバキや男塾のネタのように知っていた方が楽しめる場面もあると思います。いいよ、大丈夫。名作映画のオマージュやサンプリングは他の映画や本、漫画にも出てくることがあるので見ておいて損はないはずです。手始めに僕の秋はランボー怒りの秋にしたいと思います。あー、ランボーなー。ね、ランボーファーストブラッドね。第一作目。俺、見てないんですよね、ランボー。あ、そう。ランボーはね、一作目、一番最初、現代ファーストブラッドっていう名前なんだけど、みんなが見てない人、みんながイメージしてるランボーと全く違うから。え、そうなの？卵飲んでエイドリアン。それはロッキー。ごめん、ロッキー。ごめん、ごめん、ごめん。全然違う。ごめん、ごめん、ごめん。全然、俺のイメージと全然違うんだ。本当にひどい。本当にひどいよ。ひどいね。本当にひどい。それは本当に申し訳ない。なんか、ランボーってさ、やってやるって言いながらさ、なんか機関銃をブーって撃ってるっていうイメージがあるけど、そうね。一作目全然違うの。あ、そうなの？もっとなんていうかね、こう見てるとなんか悲しくなるお話。あ、へぇー。そう。そうなんだ。そのファーストブラッドっていう題名も、
なんかそっちが先に仕掛けたんだぞみたいな、うん、意味合いが確かあったと思うんだけど、うん、まあ、なんかほんとね、そのランボーっていうまあ機関兵な、ベトナム機関兵かな、うん、でちょっとまあこれまあ見てもらった方がいいな、あんまり言うのはあれなんだけど、まあほんとちょっとね見てると悲しいなっていう、でも面白いんだよ、すごく面白いの、アクションシーンとかもわあすごいランボー強いなみたいなのあるんだけど、うん、それと同時並行的になんかすごい悲しいな、この話はこういうことがあったのかなっていう風に思っちゃう。へえ、そうなんだ。そうなんだ。そう、なんか結構ドンパチやってるイメージが強いんですよね。ドンパチだけじゃないね。2か3あたりのね。2か3あたりからドンパチに行く。あのジャングルかなんかですげえでかい銃、軽な、なん、何、固定機銃みたいのをザザザザザって、軽機関銃みたいなのがダダダダダって撃つね。あの人って、あれは見た。あの人って被弾する？スタローン？うん。するあ、する？いつもして、うぇーみたいな。でもかすってるでしょ。痛えけど大丈夫みたいな感じ。かすはしてないよね。で、ワンはちゃんとしてる。なんか3ぐらいからなんかすげえ強いみたいになるけど。なるほどね。なんか被弾してないイメージだったわ。だからね、ランボーは一番最初と最後、4かな。5が出たんだっけな。4かなんかすっげえ面白いから、なんかその辺は見た。そんな出てんの？いくつ出てんのよ、ランボー。5か6ぐらい出てんじゃなかったかな。5か6、5ぐらいかな多分。うん、でもとにかく最初のは本当に面白いんで、ぜひ。怒りのアフガンってなんだっけ。怒りのアフガン、怒りの脱出っていうのはあるよね。あ、じゃあ怒りのアフガンもそうだったっけな。 2が脱出かな。アフガンは俺も知ってる。なんかそれのね、結構ね、ロードショーでやってたと思う。3が怒りのアフガンか。あ、3か。なるほど。3は知ってる。なんか、うん、ちゃんと見たは覚えはないけど、名前は知ってる、うん、いや、そうそうそう、俺もなんか、うん、多分ぼんやりテレビで途中からとか、テレビで結構やってたね、多分そういうので見たことはあると思う、うん、ファミコンにもあった？ランボーってあるんじゃない？多分ありそうな、ね、コントラと一緒になっちゃってるからさ、ちょっと難しいね。確かにな。コントラってランボーじゃん、あれ。確かにランボーだわ。そうだね、あれランボーだから、完全ランボーだわ。そう、ちょっとごっちゃになっちゃうけど、まあぜひぜひ一作目を楽しんでみてくださいよ。はい。なるほど。続きまして、ハンターに狩られる青いクマさん、男性の方。はい。ハンター、モンハンでクマいたよね。青い？二人ともやってないだっけ、 PSP のモンハン。 PSP のモンハンはやったけど、青いクマいなかったっけ。知らない。青いクマなんつ名前だっけ。青柱、そうだ、コメント出てきてる。青柱いたね。え、いたいた、クマみたいないたよね。いたいたいた。あれって、あれ PSP だっけ。ポータブルだね、あれね。ポータブルか、多分。そうじゃなかった、あれ。俺知らないな。なんかえ、ほんと、なんだっけ。でもダブルクロスか、なんかその前かなんかで出てきてたような気がするな。そう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 。サード、サード、え、じゃあ知らないわ。あ、サードは知らないな。その後になんかで出てんのかね、わかんないな。それしか出てないんだったら知らないやつだわ、俺。うん。なるほど。あ、でもなんかペケペケにも出てるっぽいぞ。そんなことない。ダブルクロス？うん。なんかイベントとかでも出たのかな。わかんないけど。あ、ダブルクロスにもいるって。ほら、いたか。あ、じゃあ見たことある。じゃあそれで多分見てんのか。うん。なるほど。最初は皆さん、はじめまして。はい、はじめまして。初めてお便り出させていただきます。ありがとうございます。まるまるの秋ということですが、自分は勉強の秋です。ほら、なぜかと申しますと、自分は現在、造園関係、なんだろう、公園を作るっていうことかな、造園。ああ、なるほど。うん。関係の仕事で、係長をしている26歳なんですが、すごいね。すごい。出世頭じゃん。勤務年数が8年経ちましたので、あ、じゃあかなり若い時から働いてんだね。すごい。へえ。造園施工管理技士2級という資格を取ることになった。ほう。何これ、そういうのがあるんだ。1級は難しいのかな、2級からなの。まあとりあえずみたいなやつなのかね。これがあると県や市から委託された仕事の現場代理になるから、なるのに役立つ。へえ。ああ、じゃあかなり有利というか。なるほど。なんだね、多分ね。うん、幅が広がるんだね。試験が11月にあります。うん。結果が分かるのは3月ぐらいと。自分はあまり長期の勉強が苦手なので、この1ヶ月間だけ勉強に専念しようと思ってます。なるほど、失礼しました。これからも応援してますって。そういう勉強って本あんのかな？もうあるんじゃない？本？
勉強本というか、うん、そう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 。あ、それはあるんじゃない？試験があるならこういうことを覚えましょうみたいな。そうか。もちろん。そうかそうか、そうだよね。もちろんあるか。ための専門書とかあるでしょ多分。へー、資格は強いからな。すごいよね。だから外、うん、まあ、なんつうのかな、この学校出て義務教育とか終えてさ、まあ、大学とかも終えた後に、うん、仕事のスキルアップのために勉強するっつうのは、まあ、本当に立派だよね。いや、ご立派です、本当に素晴らしいなと。ゲームしちゃうもんな。ゲームしちゃう、家帰ってきたら。ゲームしちゃう。本当に勉強、本当に勉強ってしなくなって、いやー、そのね、自分をさ、もっと高めるためにさ、資格とかを取ろうっていうふうにはもう長らくなってない、なってないよね。うん、なかなか英検ですら取らなかったもんな。わかるわ。ああ、わかる。取らなかった。なんかクラスにさ、何人かは英検やってる人いたよね。いたいたいた、うん、いて、なんか英検の子あるんだみたいな。でも何、英検持ってないの？多分持ってないんじゃないかな。持ってないと思う。あれ、あれ俺4級持ってるぜ。書けねえやつじゃん。持ってても意味ねえって言われてるでしょ。書けねえやつだよ、うん、高2か高3で取って、うん、これ何レベルですかっつったら中学生だよって言われた。あ、そうなんですねってなってちょっと上ずった声でね、うん、そう、へえ、取ったのにみたいな、うん、だからその前に、うん、なんか一回どっかの、うん、面接かなんかで書いたんだけど、うん、その後に聞いて、うん、あの書かなくなった。そう。あ、いや、そうね。そうな、うん。そう。そうか、いいな。書くねー。あのさ、うん、そういう専門書ってさ、うん、やっぱり今も本屋さんとかで探すわけ？本屋にそういうもうあるもんね。あるよね。まあ本もあるだろうけど、なんかネット。で、ね、今なんかあんのかなと思ってさ、今なんかその購読するみたいな形の買い方とかもあるんじゃないのかな、うん、なんかやっぱイメージ的にはああいうのってさ、本屋でなんかぶっとい本とかさね、うん、うん、分かる、買うイメージあるんだけど、うん、もうなんかこのご時世ならネットでなんか済んだりすんのかなってちょっと、あ、もう今は PDF とかになってて、 Kindle とかにもあるんだ、うん、それあるか、アプリとかにもなってんだ、やっぱなかなか、ただ Kindle とかでスマホを片手に勉強するってちょっと難しそう、ね、そうだね、結構難しそう、線引けないじゃん、ね、だって結構ああいうのってさ、やってる人ってめっちゃ線引いてんじゃん、あーって、あー、ね、それあれで線引くんじゃない、なんか直接線引くじゃん、あ、 iPad かなんかで、なんかさ、俺線引くのさ、うん、うん、その重要なところをさ、多分引きゃいいんだと思うんだよ。簡単なことじゃん、それって。わかる、わかる。全部線引いちゃう。俺が引くと10割ぐらい引いちゃう。全部大事。わかる。になっちゃうのよ。あのね、ピンク色と俺黄色のね、そう、蛍光ペンがバッてなって。そうなのよ。あの教科書一枚しなしなになってる。引きすぎて。あれは何？あれなんだ、難しいんだよね。どこを抽出すればいいのっていうのがさ、うまい人はだから本当ワンポイントじゃん。そう、ワンポイント、ワンポイントなんかここですってキャッてやるんだけど、多分俺らが引くと、うん、そしてとか以外をそう引いちゃうの。わかる。そして何々で、あ、じゃあなんだこれ大事だと思って引いちゃって、そう、従ってみたいなのは引かずに、うん、何々、あ、じゃあこれも大事だっつって、うん、引いてたらほんと8割9割ぐらいもうなっちゃって、そうなのよ、うん、あとはその線引くのに夢中になりすぎてさ、うん、定規でさ蛍光ペンで引くじゃん、うんうん、引くと、うん、で定規をずらすとなんか蛍光ペンがちょっと染みてたみたいで、ちょっとちょっとやる気ゼロになる、もう引かないみたいな、そう、あれ綺麗に綺麗にしたいだけだからね、そう、ただ綺麗に線引きたいだけなんだよ、そうなんだよ、覚えようとしてない、そもそも、そうなんだよ、ダメなのよ、やり方が間違ってんだ、マジ向いてないんだよな、向いてないのよ、ダメなんだよね、まだ頑張ってほしいね、頑張ってほしい、続きましてねのねのさん、男性の方。ねのねの。ねのねの。しょみさん、こんばんは。こんばんは。私にとって秋といえば、アメフトの秋です。アメフトの秋、うん、本場アメリカの NFL のレギュラーシーズンがスタートするのは9月。うん、で、翌年1月の頭にはシーズンが終了してしまいます。うん、結構、スパン的にショートなんですね。ですので、実質 NFL のシーズンはたった4ヶ月。そうなんだ。
16試合しかありません。あ、そうなんだ。え、そんなのギュッとされてるんだ。なんかもっと年がら年中やってんのかと思って、ね、確かにそういうイメージは持っちゃってた、ね。毎年7月頃からワクワク操作始め、8月の末に選手名鑑を発売日に購入。すごいね。選手名鑑昔は野球とか買ってたな。俺も J リーグのやつ買ってた。あ、買ってた。へえ。買っててなんかね、ちょっと趣味みたいなのところとか見てさ、そう、あ、そうなんだ、そうなんだみたいな。そう、特になしとかなってるとか、真面目なのなことしたりしてたな。見なかったな。ちょっとしたこう豆知識が書いたのが面白かったです。今年はどのチームを中心に見ようかと妻と相談をし準備、うん、あ、奥さんも好きなんだね。何ファン、どっかここが特別ファンのチームがあるとかじゃなくて、じゃあ、うん、今回はここ応援しようかとかっていうのを、一応ね、平気のはあるみたい。 あるんだ、うん、シーズンが始まると夜晩酌をしながらちょっとずつ平気のチームの試合を見る生活を10年ぐらい続けている。うわ、いいな、すごい、いいね。日本では本当にマイナーなスポーツで放映もあまりされておらず、うん、妻以外とアメフトの、確かに日本でアメフトってちょっとね、オードリーっていう漫才師のさ、オードリーさんが多分アメフト、うん、アメフトだよね、あれね、違うかな。いや確かそうで、番組やってるよね、深夜に。あ、そうなの、やってる。俺もだ、あれぐらいでしか見る機会ないな。今年のこれが熱いとか、うん、あと待って、待って出るんだみたいなさ、ゲームで待って、ね、待ってっていうゲームでまだ出てるんだみたいな。いや、まあに海外じゃだって最高人気のスポーツだからね。日本だと多分日本語がされてないでしょ、待ってとか。いや、そう、ね、知らんけど、うん、あれってなさそう、イメージ的には本当に盛り上がる面白いスポーツなので機会があれば皆さんもぜひ見てみてください。なるほどね。ラグビーはね、日本では本当に、うん、日本チームの活躍とかもあってさ、うん、うん、なんかあとすごい本当丁寧な解説とかもあったりして、番組力入れて、うん、かなりあったよね。ね、それで日本ではなんかこう、まあ、根付いたとまでは言わないけど、まあまあ認知度が広まったなとは思ったけど、うんうん、アメフトは確かにあんまりまだちょっとあんま見る機会がないよね、その日本では、うん、ないね。それこそ本当にアメリカだともう花形スポーツで、うん、そうだね、野球とかサッカーなんかよりもアメフト一番だよね、確か一番でしょう、うん、だって海外ドラマとか見てても出てくるもんね、よくアメフトそう、ね、アメフトの、すごい人と、うん、チアガールのすごい人が付き合うっていうね、そう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 、大体出てくるよ、あるからね、うん、うんうん、そうなんだろうけど、まあ日本じゃなかなかルールも多分あんまり分かんない、うん、なんかラグビーとごっちゃにしてる部分もいっぱいあるだろうし、絶対違うんだよ、うん、うん、だからあんま多分多く鎧をまとってるみたいな、そうそう、多くを多分ね言っちゃうと違いますけどみたいな、だってラグビーボールの、うん、なんだっけ、なんか結び目というかさ、真ん中になんかなんていうの、あれ紐みたいのがさ、あ、ギザギザのね、そう、実際それはラグビーボールじゃないですよみたいなのもあるんだよね、それはアメフトのボールだから間違ってますよみたいなのも実際あるみたいだけど、ちょっとやっぱりさ、その辺通ってきてないと分かんないじゃん。いや、分かんないよ、そう、だからあんまね下手なことは言えないんですよ。なんかさ、格ゲーでアメフトの選手いなかったっけ、格ゲーで、古い格ゲーでアメフトの格好した、あれなんかいた気がするんだけどな。キャラクターでってこと？キャラクターいたっけな、いなかったっけな。いや、あ、ソドムもでもアメフトっぽいね、確かにね。あ、まあ確かに。ソドム？ファイナルファイトね。ファイナルファイトの。ファイナルファイト、ね。確かにちょっとアメフトっぽいタックルしてくるよね、あいつね。してくるしてくる。避けらんないとやべえやつ。四面だか何面だかの。アートン。ボス。いや、アートンじゃない。もっとなんかね。マイナーな格ゲーだったけど、まあまあまあいいや、うん、その話は。ということでこの人はアメフトを見るといいね。なるほど ね、 ね、なかなかいいですね。鉄塔さんが面白いジョニー・マキシマム、あ、ジョニー・ワールド・ヒーローズ、あー、ワールド・ヒーローズかも、あー、ワールド・ヒーローズ、ワールド・ヒーローズかも、ワーヒー、ゲーセンであったな、うん、なんか1台だけ置いてあるとかもよくあったなアメリカ合衆国出身のアメフトフットボール選手、実在のアメフト選手、あー、そうなんだ、ジョー・モンタナがモチーフって書いてある。こいつかも、こいつかも、なんか、いや、いたなっていうのを覚えてるわ。ワーヒーワーヒーワーヒー、いや、やってたわ俺あれ。いや、もうなんかゲーセンのゲームっていう感じ、うん、そうだね、
風魔小太郎みたいな言いた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 なんかね、うん、分からんわ。いたのよ、ファミコンショップの前に置いてあってイメージあるイメージあるなんか終盤をセレクトしてさ、うん、いくつかのゲームをこうセレクトできるタイプのあったねボタンでガロー伝説とかさ、そう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 、あれに1個に入ってた、うん、入ってる入ってる、なるほどあったね。あれはどういうあれなんだろうね、あれ SNK でまとまってるってことだろ。あのね、そういうロムがあるんだよね。あるんだ。あ、そうなんだ。中に何個か入ってるっていう。ああ、そうそうなんだ。そう、あの筐体の中にその基板を入れると4つ遊べるみたいな。あれ、なんか子供心にこれは合法なのかとか思ってた。多分確かメーカーごとだったんだっけ。メタルスラックだけとか。なるほどね。結構なんかスラックもあったもんね。メタルスラックもあったね。めちゃめちゃあった必ずあったよね。うん、でもああいうとこでやるメタルスラックめっちゃ楽しかったな。めっちゃ楽しかったね。めっちゃ後ろから見てたもんだって。友達のやつコントローラーじゃなくてレバーの操作超むずかった気がする。むずかったむずかった、斜めに行くとか。ゲーム的にもむずいっさ。むずい。続きまして、はい、満員トイレさん、女性の方。はい、はい、大島さん、こんばんは。こんばんは。少し趣旨とは違うかもしれませんが、私にとって丸々の秋といえば花粉の秋です。ほうほう、花粉、確かに俺最近秋ちょっと感じたわ。たくさんこのメールって、うん、あ、俺最近ちょっとなんか鼻グズグズすんの花粉だと思って。あ、うわ、来てるね。俺だから春だけじゃないのよ、もう秋、秋男。秋もか、ガサ、秋も花粉。俺まだだな。何、ブタクサでいいんだっけ。ブタクサなのかな、秋って。ブタだ。豚なの、俺豚の秋。豚になったな、うん、豚になったと。豚、豚やろ。お腹も豚だしさ、もう。うわぁ、豚じゃん、もう。豚だよ。豚食おうじゃ。あ、逆に逆に。豚が豚食ったらもう大変なことだろうな、そしたら。悲しむよ。世の豚たちが。私も皆さんと同じく花粉症持ちなんですが、うん、アレルゲンが豚草のため秋に症状が出てきます。あ、じゃあ春は大丈夫なのかな、この人の場合は。そういう方もいらっしゃるんですね。かな。春は全然大丈夫だけどみたいな。うん。特に今がピークで、目が痒く、喉が痒く、鼻水も出っ放しで辛い時期です。うん、鼻にティッシュを詰めつつマスクで隠して仕事をしています。うんうん。春先の杉花粉は馴染みがあると思うのですが、秋の花粉症は馴染みがないのか、マスクをしていると風邪と聞かれるので花粉症ですと答えるとよく驚かれていました。確かに最近はなんかそういう秋もあるんだよとかっていうのを周りで聞くようになったから。そうだね、わかるようになったけど、本当昔ってなんか花粉イコール春だったから、うん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 、そういう感じがあったわ。確かに風邪じゃないのみたいな。ただこのご時世、なぜマスクをしてるのかと聞かれることもなくなり、そこはありがたいのですが、確かに公共の場でくしゃみを出さないよう格闘中。ああ、それよな、逆にね。えって思われちゃうもんね。そうなんだ。いや、辛いよな。それよな。うん。咳払い一つで。ね。そう。今一番効果があると感じているのは、くしゃみが出そうだなと思った時に、カトちゃんペのように鼻の下を強く押されると効果が出てくしゃみが止まります。あ、なんかそれなんか聞いたことあるな。なんか聞いたことあるかも。ああ、マジか。俺やってたことあるもん。カトちゃんペ？カトちゃんペで。ちょっと面白がってカトちゃんペやってたんだけど、爪であの鼻のさ、うん、鼻の上っ面引っかいちゃってさ、うん、結構力、あのくしゃみが出そうな時だから、結構力入んのよ。ああ、はいはいはい。やった時に爪で引っかいて血出たこと。うわ、ダサ。ダサ。しかもくしゃみ出た。最高にダサい。ダサ。そう、その時普通にくしゃみ出たもん。痛っ！ってなったんだけど、ピシッって出た。うわー、鼻血出たかと思われるよね。血も出てる。血も出てて。続きまして、はい、はい、ラブホ。はい。最初の皆さん、こんばんは。こんばんは。肌ザビーでございますわね。あさん。はい。いよいよこの季節がやってきました。はい、秋といえばもちろんそう桜花賞ですね。競馬だね、競馬。競馬だ。こういう人はこういう人はね、もう多分もう一生だと思う。まだやってんだな。まだやってる。秋まだとかじゃないのよ。うん。無敗の牝馬デアリングタクトっていう馬がいるんだな、多分な、うん、がぶっちぎり一番人気になりそうですが、うん、個人的にはPOG バー、もう意味が分かんない、ペーパーオーナーゲームの略で、うん、デビュー前の2歳馬を血統やら
を見て登録するとレースで勝つたびポイントが入って、そのポイントで競い合うバーチャル馬主みたいなゲームがある。ディアアメリアに勝ってもらいたいです、うん、ちなみに自分が買うと絶対に来ないジョッキーベスト3にデアリングタクト騎乗の松山公平ジョッキーがランクインしてるんですが、うん、おい買ってやろうか大賀賞、お前らがそこまで言うんだったら買ってやろうか、勝負しろ、デアリングタクト単勝に20万かけたらいいだってあ、終わりそれで終わり、うん、まだそれはなやってないの、だからまだ終わってないのよ、まだ終わってないのか、こっからだからほんと こいつ多分20万いくから、いくんだなマジで、いくんだろうね多分ね、どうなったのかな、デアリングタクトっていうのが、うん、だから来たらどうなるかってことね、来たらだからすごいんでしょこれ、だって20万でしょ、まあ、20万、どのぐらいの倍率かわかんないけど、でもだって2倍だとしてもだって40いくわけでしょ、うん、でも一番人気なんでしょ、 1.1 倍とかじゃない、 1. 何倍じゃない、でもだってさ 1.1 倍でも22万ってこと、うん、だよね、20万いって22万ってどうなんだろうな気持ち的に、でもだって2万、ね、2万増えてる、でも20万なくなるかもしれないっていうドキドキがあるわけじゃん、それで22万それで2万かみたいな、俺らからしてみたら2万増えるからいいねとか思うけど、やっぱこうやってる人からすると、うん、まあ合ってないようなものみたいな感じなのかな、その20万かけて22万返ってくると、どうなんだろうね、どうなんだろう、どういう心境なのか、あんまりその競馬で競馬やったことはあるけどさ、うん、うん、こうわーってかけたことはないからないね、そういう心境で俺はもうあんまヘレース見れない気がするな、うん、ハラハラして、俺ももう無理だ、あーそうなんだよな、うん、俺ももう怖くてできない、気が気じゃないと思う、そうだよ、だって委ねるわけだもんね、そうだよ、うん、完全にほら残り20万、うん、すごいよね、いやすごいよ、仲良く、続きまして、はい、心に四季さん出せるかと、はい、最初皆さんこんばんは、こんばんは、今年は芸術の秋にしてみようかと思ってます、おいいじゃん、よく聞きますねそういうのは、うんうん、海外彫刻にはあまり興味がなかったのですが、うん、集まる動物の森に美術品の収集が追加され、ああありましたね、確かにあるんだよね、集まる動物の森だとなんか狐みてえなのがさ、うん、船に乗ってこう美術品を売りに来て、それを買って博物館で鑑定してもらって本物なら飾れるみたいな、本物じゃない時があるの、本物じゃない時がある、偽物がある、え、うん、あるね、ちょっと違うの、なんかえあるんだよね、なんかねモナリザのなんか眉毛ちょっと違くないみたいなあ、何目に見えて違うとかじゃなくて、知ってれば分かるんだろうなみたいな、でも知らないとなんかそれっぽく見えちゃうから、あれこれ本物なのかどうなのかなみたいな感じのがある、そういう要素があるんだよね、でまあそれを美術館に飾るとなんかこれはこういう作品ですみたいな、ちょっとした本当なんか情報が載ってるみたいな、知れるみたいな、そういうのがあるんだけど、そういう美術品の収集でいろいろな作品のうんちくを読んでるうちに少し興味を持つようになりました、なるほど、うん、私はもともと古今東西問わず歴史が好きなので、作品が作られた当時の時代背景などを知れるところが面白いなと感じました、あ正直芸術的な優秀足はさっぱり分かりませんが、そんな楽しみ方があってもいいのかなと思ってます、うん、また美術館に運ぶのは少し勇気がいるので、まあコロナ禍とかもあるのかな、うん、オンラインで少し勉強してみようと思います、うん、お三方美術に興味はおありでしょうか、興味があるかって言われると、うん、難しいところだな、美術館とかは、まあ、あんま行かないもんね、2人ともね、なんかこの絵が何億円で落札されましたとかって出た時に、あ、なんかやっぱりこれっていう気持ちにやっぱなっちゃう、近代芸術というかさ、ね、あれはちょっとさすたまだ分かんない部分あるよね、なんか色塗って、うん、いろんな色を2色とかね、そう、ペパって塗ったみたいなのが、うん、なんか深いあるよ、ね、イメージがあるんだろうなみたいな感じで高くついてんのかなんだろうけど、うん、ちょっとまだ分かんない、まあ、確かに分かんなかったりもするけど、うん、そうだな、ちょっと分かんない、だから多分考え方が違うんだろうね、そういうとこじゃないんだよっていう部分がもしかしたらその美術にはあるのかもしれないけど、ちょっとまだ、え、これが
何億円なのとかっていう多分見方をしてるからダメなんだろうなっていう感じはする。まあ、値段っていう感じじゃないだろうね、うん、多分そこじゃないんだよっていう多分好きな人は。最近俺は全然行けてないけど、うん、ちょいちょいその美術館とか行ってた時があってさ、うん、でゴッホとか例えばあったりすると、はいはいはい、その俺もだからそれただ見てるだけだと全然意味わかんないの、うんうん、だけどなんかその500円ぐらいでさ解説買って、うんうん、解説聞きながらだとゴッホってこんな感じの生き様でやってきたんだ、でそれがこう反映されてるんだみたいなのを聞きながらだとなんか結構ああそれは楽しいかもな、へえみたいな、うん、なんかゴーギャンとの関係解説はいいとかね。確かにそのやっぱ歴史がわからないとちょっとあれかも、逆にだからそういう背景を楽しみながら楽しむっていうやり方もなんか一つの楽しみ方かなっていう気はちょっとする。それはいいかも確かに、うん、これもなんか前も言ったけどさ、その有名な声優さんとか俳優さんとかが解説やられてる場合もあって、そっちが楽しかったりもするか ら、うんうんうん、だからそういうやり方もいい一個の向き合い方かな。そうね、そっちから入っていくっていうのも全然ありだね、うん、いいと思うよ、うん、では続きましてラストにしましょう。はいはい、アトムさん男性の方。はーい、もい、最初のお三方こんにちは。バン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 チバコンバンチ。おおん、でもおちんちんって誰かが絶対言ってない。こんにちは、おちんちんって言ってたけど絶対言ってない、うん、今週のテーマは〇〇の秋ですが、私は息子との秋にしたいと思います。これ息子はおちんちん、もうそうじゃないか、完全におちんちんの意味の息子ではないよ、違うね、でしょ、普通の本当の息子、うんうん、本当この前ことでお前ことの秋になっちゃダメだよ、うまいこと出てきたな、うまいこと出てきちゃったね、うん、というのもこのアトムさんは、うん、2歳の息子と嫁ちゃんの3人で暮らしています、うん、あ、いいですね、しかしいろいろと家庭の事情、家庭と仕事の事情があり、3人での暮らしを始めたのは今年の2月ぐらいから、うん、ほう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 、0歳と1歳の時の息子と秋を満喫したことがありません。定期的に会ってはいましたが、なんかちょっと結構複雑な事情が なんかありそうだね、うんうん、夏は熱中症が怖いので公園など外でぶっ通して遊ぶのも長くて1時間程度でしたし、うん、コロナもあり大半は涼しい家で過ごしているという状況でした。最近になり日中も気温が落ち着き、長時間外に出ても問題なくいろいろ美味しい旬のものも出てくるこの秋、うん、息子を連れていろんなところに行き、いろんなものを食べさせていきたいと思ってるので、息子との秋ということにさせていただきたいと思います。いいな、いいですね、経験させてあげるんだな、素敵。追伸ドンさん、はい、頭の片隅に覚えていてほしいことがあります。お、何？もし子供ができて、うん、2歳くらいになったら、うん、花屋敷に行くことをお勧めします。お、浅草のね、浅草のね、花屋敷、古い遊園地だね、うん、休憩スペースと日陰が多く、2歳でも親同伴であれば乗れる乗り物が豊富で子供も大興奮でした。あ、そうなんだ。逆に東京ドームシティは3歳以上になってからでないと乗れるものが少なく十分楽しむ。ああ、年齢制限とか身長制限とかなんかあったりするもんね。確かにあるね、うん、なるほど。いつか子供ちゃんができた時に変なやつとお便りでなんか言ってたな程度でいいので覚えておいてほしいなと思います。 ありがとうございます。さあ、なるほど、花屋敷確かになんかちょっとこじんまりとして良さそうではあったけどな、うん、実際乗ったことはないんだけど花屋敷。俺もないな、うん、俺もない。この辺なんかでもちょっとあの辺なんかちょっといい感じにしようとしてる雰囲気はあっていい感じだった。花屋敷、花屋敷周辺、花屋敷ってなんかうん、いろんな置物、なんか人形の置物がどんどん増えてってるっていうとこだっけ。あ、そうなの？それじゃなかったっけ。いや俺あんまりそういうことは知らない。なんか他の遊園地が閉まるときにそういうマスコットキャラみたいなのがあるから、どんどん社長かなんかがもらってって、どんどん飾られてなんか不気味になってるみたいな。そうなんだ。それ花屋敷じゃなかったかな。そうなのかもしれない。でもなんかちょっと面白い感じになってるらしいよ。そうなんだ、なるほどね。というわけでまあ皆さんいろいろと送っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。では普通のお便りもいくつか読ませていただきましょう。お願いします。君の瞳にサモアンフックさん出せる方。サモアンフック、最初にさん、こんばんは。
こんばんは。雑談放送323回で腕が長いのが悩みとお便りを送らせていただいたものです。はいはいはい、はい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 、読んでいただきありがとうございます。お、雑談放送中に話されていたことの補足、自分は26歳でスポーツはアマチュアボクシングをやっていました。あら、いいですね。ライトフライ級でやってました、うん、武器はリーチと言いたいのですが、一番の武器は動体視力とパンチ力を武器にしていました。ほら、かっこいいこと言うね。かっこいいね。はい、ちなみに初めの一歩のマシバよりリーチが長く、え、すごい、そんなに長いんだ。プレイスタイルはマシバより、これ なんていう人だ、俺あんま知らねえな。しんしげ…しげた、しげた、しげた、しげたあきら、あ、しげたってサウスポーのあれかな。しげたあきらは、うん、コンバーテッドサウスポーと呼ばれる連続的なスタイルを。あ、ね、あ、サウスポーのこんな人いたっけ。パンチドランカーになっちゃった人でしょう。ああ、仙道にいたなっちゃった人いた。ちょっと目が右と左みたいな、みんな腫れちゃってね。そう、腫れちゃって。いた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 、うわー、いた、覚えてる。なるほど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 、思い出した。田舎の県大会で2連覇したことが唯一の。すごいじゃん。すごい、めっちゃ強かったんだね。めっちゃ強い。ああ、ただ才能が皆無で、勝つために血道を吐くほど努力した結果、椎間板ヘルニア、うわー、わー、今は引退してます。なるほどね、ヘルニアか。スポーツボクシングにおいてはリーチが長いのは得と思われるんですが、実際にはそうではなく、うん、距離を空けて戦う場合は得ですが、懐に入られると腕を畳んだり力が入りにくかった。ああ、なるほどね。あ、まあ確かに、ね、確かに、ね、そういう風なのはなんか聞くわ、うん。パンチの回転数がリーチの短い人に比べると明らかに悪い。要はパンチを出す速度というか、うんうん、回数ね、うんうん、得点で負けたりとメリットデメリットがはっきりしていて、リーチで得した感じはゼロとは言えないですが、そこまでは感じなかった。へー、あー、そうなんだ。そうなんだ。なんかまあやっぱスタイルとかにもよるだろうな。ね、長ければ長いで、まあ不利な点ももちろんありますよ、うん、みたいな感じなんだね。現在はキッチンカーに乗って、うん、日本全国その土地の名産品を使って料理の移動販売をしてます。へー、なるほど。いつか東京に行って、サニショウさんに自分の作った料理を食べてもらえる。食べる食べる。なんかいいことしてるじゃん。来い来い、車で。食べる食べる。それと腕の長いことを生かして、自分みたいに腕が長い人用に服を作って安く販売できる。なんかいいことしてる。なるほど、やろうとしてんね。相談していただきありがとうございました。ってさ。いえいえいえ。なるほどね。なるほど。頑張ってますね。そうですね。ヘルニアは大丈夫なのかな、もう。どうなんだろう。続きまして。はい、世界の中心で餃子を食べる30歳の方、食べろ。トロさん、ペサ、テトさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、私はお三方に感謝しなければなりません。なんだよ、またなんかやっちまったかな。というのも、去年の今頃、私は車同士の交通事故を起こしてしまいました。ほう、あまり詳しくは書けませんが、ざっくり言うと、相手方の車が交差点に進入してきて、うん、私が追突、自分が上になる向きで横転した。あら、はあ、横転。事故としては大きめの方でした。え、そうなの。結構ダイナミックにいったってことだよね。そうだね、多分、ね、車が乗り上げたってことでしょ。車に。なるほど。うん。不幸中の幸い、車は全損でも誰も救急車で運ばれないといった大きい怪我しませんでした。あ、よかったね。すごいね、そこまでなって大丈夫だったんだ。大丈夫だったんだね。大丈夫だったんだ。危ない。それがなぜ三人称に関係しているかと言いますと、うん、当時三人称の雑談を聞きながら、まあ Bluetooth で繋いで運転していて、うん。事故直後、パニックで頭が真っ白になってる中、お三方の笑い声が聞こえてきたんです。横転してる最中に、横転しててわーってなった時に、なんかうちらが俺らがケラ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 笑ってたの。それで我に帰ることができて、落ち着いて相手方や警察の方と話すことができました。本当、事故の原因とかじゃないよね、大丈夫かな。急にね、なんか、うちらがうちらが急にチンチンとか言いですから、うん、こいつ何言ってた。あの時間聞き慣れた笑い声が聞けたことで本当に救われました。本当にありがとうございます。あ、そう、まあ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 、よかったですね。いや、そうね。1年越しになってしまいましたが、どうしてもいつか伝えたいと思い、今回お歌いさせていただきました。あら、さ、なるほど。どんさんも運転されると思うので、事故には十分お気をつけください。いや、本当そうっすね。いや、本当よ、ね、事故は気をつけたいですね。うん、ね、いきなり来るからな、本当に。そうなんだよね。どうしようもない時って必ず、まあ、必ずじゃないけど、まあまあまあ、ね、ある。あったりもするけどね。まあでもそれでもまあ、最低限自分ではできることはやってそうね。
続きまして、ぴっちゃんさん、女性の方。ぴっちゃん。トラさん、ペーサー、テッドさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。最近は3歳の息子も一緒に動画を見るようになり、およく三人称さんの真似をしています。おほう。まだしっかり聞き取れはしないようなのですが、うん、ドンピッチャンです、ぺっちゃんこですと楽しそうに言ってます。ドンピッチャン、ドンピッチャン、ぺっちゃんこですと。ぺっちゃんこ。テッドさんのことは認識しているのかちょっとわからないですと。あ、まだ認識できてないんだね。3歳では無理かもね、確かに。3歳では多分2つまでなんだ。見てる、たまたま見てる動画に出てないっていう可能性もあるからね。本当はグッチョブしか見てないんだよ、この子。今は、今はまだ。グッチョブと2王しか見てないの？そうかな。かもしれない。そう。うん。そうだね。ゲームも大好きで、2歳の頃からプレイステーション4のコントローラーを器用に操作しています。すごいね。幸せもんだな。素晴らしいね。こんな小さい子でもできるもんだなぁと驚いています。うん。最近では実況という言葉を覚えたらしく、まあ息子さんの名前を言いながら実況するわーと言って、よくわからないことを喋りながらゲームをやってなるほどなー。3歳かな3歳で。ただゲームが好きすぎて長時間やろうとするのでやめさせるのが大変。今後のことも考えるとしっかり時間を決めてやらせないといけないなと思っているところです。そこで3人に質問なのですが、何歳頃からゲームをしていましたでしょうか。またゲームに飽きてやらなくなった時期とかありますか。だってさ、これはもう多分生まれた瞬間、何も持ってた。おぎゃーで、もうおぎゃーでコントローラー触ったと思うけどね。おぎゃーで触ってた。うん。すげえな。コントローラーも入ってたんじゃない？もう入ってて一緒に出てきた俺が。コントローラーと。英才教育だな。そのぐらいだよね。このぐらい。でも本当生まれた時にはもうあって、よくその一緒にいたみたいで、兄ちゃんと。だから多分本当何歳か分かんないけど、かなり小さい時からおそらく触れてる。だから覚えてないけど触ってただろうなっていうのはあるんだね。だと思うな。俺多分5、6歳とかで初めてファミコン、まあ、あのうち上が姉ちゃんだからそもそも持ってないわけ、ゲームを。ドンさんとことか鉄塔さんとか、もしかしたら兄ちゃんが買ってもらえてるとかっていう。まあそうだね。そうだから うちはなくて、多分5、6歳ぐらいの時にファミコン買ってもらって、多分高橋名人の冒険島とか、それこそロックマン2とか、うん、そういうのをやってたと思う。なるほどね。なるほど。幼稚園とかだよね。覚えてないけど、確か親お父さんがファミコンを買ってきたんだよな。うん。それで、その前にでもね、アタリがあったはずなんだよね、家に。アタリ？アタリっていう。懐かしいなー。ゲーム機があって、普通家にないよ。普通ないと思うけど、あったご家庭にしかないやつだよ。うちか、おじいちゃん家にあった。たのよ、あたりが。でもそれがもうできる状態のものだったのかどうかは分かんないけど、なんかあたりがあったのは覚えてる。それに触ってる可能性はあるけ ど, なるほど、まあ覚えてはいないね。ああすげえな。だからやっぱり物心ついて、ほんとペイさんと同じぐらいじゃないかな、そのゲームだっていうのを認識して。あまあそうね、やっぱ幼稚園とか、うん、幼稚園だな、だから多分。どのぐらいからかな。うん、ゲームに飽きてやらなくなった。まあ多少の数ヶ月とかはあるだろうけど。うん、数ヶ月はあったな。なんか普通に仕事でとか。うん、ね、忙しくなっちゃってとかであるけど。でもまあ結局やったからな。なんだかんだやってるね。結局やった。小さい頃はまあ基本的にやっぱ友達と遊ぶのはファミコンとかスーパーファミコンとかさ、うん、そういうのだったから。なんか飽きることはなかったよね。他に遊ぶことはあったけど、外でなんか参加するとか、うん、学校の校庭行って遊ぶとかっていうのはあったけど、別に次の日とかだったら普通にゲームしてたし、うん、してたな。飽きるとかではなかったかな。まあでもどうなんだろう、やっぱ一日どんぐらいまでみたいなのは決めた方がいいのかね。まあうーん、どうなんだろうね。
やっちゃうもんな。でもだって俺やってたもんね、盗んで。マジでやっちゃうね、ゲームを。うん、止まんなかったもん、子供の頃とか。止まんなかったね。あ、そうね、やっぱだから管理するの難しいよね。いや難しい、難しいと思うな。うちはいや確かやめろって言われてたけど、やっちゃってたもん俺。そう、そうなの、俺もそうだった。うん、なんだかねやっちゃってたもんな。そうね、そうね。いや、そう考えると許されてたんだな。うん、あんまりだからそういうところ厳しくなかった。うそうだね、一応言われるけど、うん、そう、なんかそれで急にカセット抜かれちゃうとか、ファミコン隠されちゃうとか、そういう家じゃなかった。そうだね、うちもそうだった。あー、うちもそうだったな。隠されることはなかったな。まあ、兄貴もいたっていうのもあるのかな。そうね、それもあるかも。あれもやってたし、うん、俺だけの一存で隠すわけにはいかないから。確かに兄貴もやってるといやいやってなるからね。あ、では続きまして、はい、はい、イタリア代表さん出せなかった。はい、何、何、最初の皆さんお久しぶりです。イタリア代表です。えっ、ボンジョルノ。あれ、なんと、うん、2年ほど前、うん、ロシア帰りの鉄道さんと成田発のバスで奇跡的にお会いすることができた。はいはいはい、いたね。いたバスの中にいた人だ。なんか、うんうん、俺これ知ってんだみたいな鉄道さん言ってたよね。うんうん、当時はまだイタリアへ留学中でしたが、昨年日本に帰国し、このようなご時世ですが、なんとか生きております。あ、なるほど。帰ってきてんだね。帰ってきてる人。なんかね、音楽やってるんだよね。オペラかな、うんうんうん、なんかやってるって人で、ロシア、何年前 ?2年前か。ロシア行った帰りに、バスで帰ってる時に家に、うん、家の近くまで。うん、その時になんかチラチラ見てくる人がいるなと、俺後ろの方で座ってたんだけど、うん、前の方でなんかチラチラ振り向いてくる人がいるな、なんだろうな、チラチラ後ろ振り向いてたの。確かそうだったと思う。もう今は記憶もあやふやだけど、詳しくはその時の雑談を聞いてほしいけど、言ってるから。で、降りた時だったか降りる前だったかになんか声かけられて、うん、なんか見てますみたいなことを言われて、ああそうなんですかみたいなことを話したよっていうのが確かあった気がする。なるほど。うん、その人今は日本に帰ってきて、うん、オペラ歌手として少しずつ仕事をしていると。はあ。これ読んでいいのかな。まあ、来年の頭には上野東京文化会館、9月には新国立劇場でも歌う。すごいじゃん。すごい。いつか三人称のお三方の前でも歌えたらって。どういうこと？どちらの前で？公園の前。公園とかで。どっか集合して、うん、どっかパイプ椅子置いて会議室とかで歌ってくれるの？お願いしますっつって、話は変わりますが、先日こんなことがありました。はい、ん、稽古場へ向かって歩いている途中に80歳ぐらいのおばあちゃんが転んで立ち上がれない様子でした。あ、不安だね、うんうんうん、こんなご時世なので少し躊躇はしてしまいましたが、すぐに手を貸して立ち上がるお手伝いをし、うん、近くだというお家まで腕をお貸しして お送りすることにしました。うん、うん、するとゆっくり歩くおばあちゃんが、口を開き、私は某有名中華レストランで40年以上店長も務めたんだけども、仕事を辞めてから足腰が弱くなってしまったのという話を始めました。はあ、うん、僕はそこのお弁当を何度か食べたことがある程度で、正直よくは知りませんでした。うんうん、しかしあそこのお弁当大好きでいつも買っちゃうんですよ、やみつきになっちゃうんですよねと完全な嘘をついてしまいました。あ、それを聞いたおばあちゃんは本当に嬉しそうな様子で何度も何度も僕にお礼を言ってきました。うん、後にこの話を彼女にしたところ、うん、またそんな嘘ついたの、ひどい人、嘘つきと言われてしまいました。嘘つきなのは認めます。こういう嘘に関しては息を吐くように自然と出てきてしまうのも事実です。ほう、しかしあの時のおばあちゃんの顔を思い出すと、あの嘘はついてもよかった嘘なのではないのかなと思ってしまいます。あの時のおばあちゃんについてしまった嘘は人として良くない嘘だったのでしょうか。お三方の意見をお聞かせいただければ幸いです。いや、まあ俺は別に悪くないんじゃないかなっていう、うん、そのおばあちゃんに関しては良かったんじゃないって感じはするけど、まあ今後ばあちゃんに会ってバレなければいいんじゃない。うん、まあそのなんかおばあちゃんがさ雑談聞いててさ、うん、あいつ嘘ついてた、うん、とか思われたらそれはもう本当に嘘ついたのが悪いけど、うん、まあバレなかったらいいタイプの、いやでもいいタイプの嘘だったのかな。だって別に
おばあちゃんはそれを嘘と知らないわけだからやっぱこう嬉しいまま終わってるわけじゃない。別にまあそれでね多少のその多少の幸せというか向こうにね感じてもらえてるんであればそれはそれでいいんじゃないかなっていう気はしちゃうんだけど。そうね、そのそうだな、難しいな、本当場合によるよな。おばあちゃんがいいと思ってんならいいんじゃないっていう感じかな。うちらが判断はできないけど。まあね。そうね。男子はなんか良さそうな感じは。まあまあまあ。今のところこの話を聞く限りはまあ特にそんなに問題は感じ、問題を感じるとも変だけど。そうだね。ぐらいでね。まあまあよかったよかったよかった。うん、いいんじゃないとは。まあそれ以前にだっていいことをしてるわけじゃん。まあそうね。あ、そうだね。うん。だからまあ。別にそのありがとうに関しても、そうね、いやでもまあここでそうですね、食ったことないっすとか言うのは、そう、それはそれでおかしいからね。正直に言うのはまああるしね。そうなんですね。ちょっと難しい、難しいとこだなそれはな。まあ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 、なんじゃね。ただこの人は本当に嘘をつく、本当に嘘を作るらしいね。そうなの？うん、昔つまんない嘘ばっかつくからつまんない歌しか歌えないんだと先輩に叱られたこともあるんですよ。だから結構嘘つきなんじゃないですか。嘘つきなんだね。嘘つきなの。本当に。本当にイタリア行ってたのか。あ、そもそもそこから。いや、まず会ってないとか鉄道さんと。え、じゃあ俺も俺があのあれは誰だったんだ。でも鉄道さんが会った時、その何バス？さっきコメントにあったけど、バスの中からメールを送ってきて、鉄道さんはそれを確認して気づいたらしいよ。ああ、そう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 だった、そうだった、そうか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 、そう、確かにそうだった。リアルタイムに、リアルタイムに確認して、え、あの人そうなのかみたいに思った気がするわ。なるほどなるほど。それも嘘かな。あれも多分嘘、嘘かもしれない。だから鉄道さんも嘘ついてる。俺も嘘つきじゃん。じゃあ俺はそんな嘘つかないよ。いや、結構ついてるからさ。おい、平気で。そんなことないよ。俺はおばあちゃんにちゃんと食べてますよって言うし、そう、ね、食べてなかったら食べてないって言うし。なるほどね。続きまして、はいはい、そういれば、そういえば、そういればさん、男性の方。そういえば、そういればさん、そういえば、そういれば。お三方こんばんは。こんばんは。こんばんは。早速なんですが、今日3歳半の息子が、うん、仮面ライダーセイバー9月22日で3話目の影響で、うん、急に私を父上と呼びびっくりしました。あ、父上って言ってんの。言ってるんだろう、多分。そこで思ったのですが、皆さんはご両親を何と呼んでいましたか。また自分に子供ができた場合は何と呼んでもらいたいですか。ちなみにうちの子はパパママ呼びがなんか気持ち悪かったので、普段はお父お母と呼ばせてます。ああ。俺もでもその流れだわ。ちっちゃい頃に悩んだ記憶はあるな。なんて呼ぼうかなとかね、そういうドラマとかアニメとかそういう影響で、あ、なんかそうやって呼ぶのいいなと思ったけど、なんか結局なんか呼べず、いざ呼ぼうとすると呼べず普通に呼んじゃうみたいな。なんかさ、うん、だ、何、お袋、あ、そう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 、親父、うん、親父、お袋、おとん、おかんとかなんかちょっと、そう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 、影響で呼ぶよ。それはなんか なんていうのかっこいいっていうわけじゃないけど、うん、大人っぽいというか、そうそうそう、おふくろっていうのが、高校生とかが呼びそうな、小学生からするとなんかちょっとお兄さんが呼んでるみたいな感じはするよね。ちょっと不良っていうかさ、うん、悪そうな感じもする。そうね。なん、照れくさいというか、なんかそうなの、こう言っててしっくりこなかったから、結局今はもう弟お母だね。あ、ほんと。うん、普通に父さん母さんかな。おー、え、でも最初からパパママ時期なかった？ないね。あ、パパママ時期ないんだ。俺パパママ時期あったんだよね。いや、俺もパパママ時期あった。母とはあんま呼ばなかったけど、ママって呼んでて子供の頃に。うん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 、で、あるタイミングでママっていうのが恥ずかしいんだみたいな。ああ。そうそう。なんか友達とかの前でママって言っちゃって、うんうん、それを言った言葉に対してなんか、あ、俺なんか今すごい恥ずかしい呼び方したかもって思ったんだよね。そう、恥ずかしい時期があって、うん、そっからしばらく何とも呼ばなくなる時期があるの。そうね、なんか何て呼んでいたか分かんなくなっちゃって、母さんになったかな。
そこでなんかふわっと音とかお母さんって呼ぶみたいな。なるほどね。俺多分ないんじゃないかな、うん、あんまり呼んだ記憶はない。ああそう、うん、そうか、パパママ時期ないのか。なかった気がするな。姉ちゃんがさ、うん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 、やっぱなんか、あーなんだろう、まあ、女性なだからなのかな、うん、パパママっていうのが基本だったんだよね。すごい自然に言ってて、でその流れで来てたから俺もパパママになったの。確かに。でもなんかそういうイメージあるかもな。うん、うん、そうかも、ね、でなんか友達のとこ行くと母さんとか父さんとかになってきてるから、うん、あれみたいな時期に入り、うんうん、ねえとかさ、うんうんうん、そういうのになり、でだんだん変わって弟かなるほどに落ち着くみたいな。なるほどね。なるほどね。ああ、そうです。自分に子供ができた場合なんて呼んでもらいたいですか。いやー、なんでもいいな。なんでもいいな。いや、まあお父さんお母さんでいいかな別に。そうだね。でも一回パパって呼ばれたくない。うん、あんまねえかも願望は。あんまないけど、うん、でも女の子とかだったらなんかちょっと呼ばれたくなっちゃうのかもしれない、ひょっとしたら。あ、リアルに考えたらね。リアルに考えてみたら今ちょっとリアルだなあのなんか、うん、いきなりお父さんって寂しいなっていう感じがもしかしたらあるかもしれない。まだ全然わかんないけど。でもちっちゃい子がちょっと慕ったらずにあたったんって呼んでると可愛いかなって思う。可愛いよね。まあそれも可愛いな。可愛いかなって思うから、まあお父さんでもいいかな。パピー。パピー。あんま変に呼んでほしくねえかな。あ、変に呼んでほしくない。なんかちょっと海外なる、うん、海外のさ、その英語を習わせたいとかっていう人は大体あのダディって呼ばせるじゃん。あ、ダディね。うん。そこまで行くとちょっと。ダディって呼ばせるところがあるの？あの東野さん、東野浩二さんってダディって呼ばれてる。確かにダディって呼ばれてる。なんかそうだった気がする、うん、そうだよね。確かにそう、ダディ、ダディだかなんだか、うん、忘れたけど、なんかそういう感じだった、あった気がする、うん、なんかそんなんあったような気がするわ、うん、そうなんだ。うん、まあまあまあ、かっけえけどな。けえ、こんなところに、あー、ちょっと待って、お豆ちゃんがあるわ。はーい。お豆ちゃんを紹介して終わりましょう。お豆ちゃんというのは皆さんが知ってる豆知識を教えてもらうというコーナーですが、合ってるかどうかわかんないんで、気になった方は自分で調べてください。はい。まず、花さん女性からのお豆ちゃん。まあ、これお豆ちゃんとして送られてきてなかったんだけど。花ちゃん。最初皆さんこんばんは。こんばんは。先日の雑談放送時に皆さんがマリオカートに出てくるワルイージやロゼッタなどどこのソフトから出たキャラクターなのか知らないという話を聞いていた。なんか言ってたかもね。気がついたらいたみたいな、ね、うん。気がついたらいたなみたいな話はどっかでした気がする、うん、確かに。まずロゼッタというキャラクターは、うん、ロゼッタってそもそも、どんなんだっけ、なんかピーチ あの星のオレンジみたいな人。黄色のドレス着てる？あれスマブラだと星と一緒に戦う子じゃなかったっけ？星と一緒に戦う子？俺もそのロゼッタって言われても出てこないわ。ちょっと青っぽいイメージの人じゃない？青か。うん。黄色は誰？いやでも金髪、デイジー。デイジーか。デイジーだっけ？デイジーか。あ、本当だ。あー、青い。青い。ちょっと青っていうか緑っていうかのドレス着て、うんうんうん、片方の髪がなんか隠れてる。はい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 。感じのちょっとシュッとした子、ロゼッタ、うん、ロゼッタ、うん、は B で発売されたマリオギャラクシー1-2というゲームが出演作品。ギャラクシーなんだ。 B なんだね。なるほど。このゲームは宇宙が舞台となっていて、その宇宙の案内人的な立ち位置でロゼッタが登場。へえ、なるほど。結構じゃあ最近のキャラクター。でも B ってそう、最近じゃねえか。先じゃない、先じゃない。十何年前。ギャラクシーか。いやだから、いやだから知らなかった。いや、うん、B のマリオは通ってないわ。そりゃ知らねえわ。そうね、ギャラクシーはやってないな。やってない。出ましたからね。うん、ああ、うん、そうだね、スイッチ出たね。あ、そうだね、うん、出たね。だからそこで出会えるんだね。やりたいな、うん、やれば初めての。次ワルイージは、うん、これといった出演作はありません。やっぱマリオテニスかな。うん、マリオ、悪いじゃあ64で出たマリオテニス64が初登場。ああ、やっぱそうだ、あれなんだ。ワルイージが作られた経緯は、ワリオとのダブルスの相手がおらず、うん、
そこで制作人の一人がルイージのライバルキャラクターを作ってはどうかという提案が採用され作り出されたキャラクターだそうです。なるほど、なるほどね。うまいこと作るな、ほんと。あ、確かに。でもだから悪い字もいつの間にかいたなっていう感じだけど、まあそういうことだったんだね。へえ、そんな理由からなんだ。面白いね。続きまして、はいはいはい、はい、これもお豆ちゃんとして送られてきたいんだけど、大助パパさん、男性の方の、はい、どさぺさてたさこんばんは。こんばんは。テーマ○○の秋ということで、なぜ食欲の秋と呼ばれるか皆さんご存知でしょうか。わからないですね。もちろん旬のものが美味しいということもあるかと思いますが、うん、それ以外の説をご紹介したいと思います。はい。俗に幸せホルモンと呼ばれる睡眠や体温調節を良好にし、イライラを抑え、心身を安定化させる作用のあるセロトニンという脳内物質があります。セロトニン、これは日照時間、日が照っている時間ね、の減少とともに分泌量も減ることが知られており、夏と比べると秋は日照時間が短いので、短いね、セロトニンの量は減ってしまいます。うん、はあ、このセロトニンはアミノ酸の一種であるトリプトファンを摂取することにより補うことができますので、トリプトファン、食欲が増す原因はこれにあるという説がある。アミノ酸の一種を取ることにより補うことができるから、食欲をそれで取ろうとするってことかな。セロトニン欲すにに人間が欲しちゃうってこと？欲しちゃうってことなのかな。減ってるから欲しちゃうみたいな。欲しちゃうから欲しちゃう。減ってるから欲しちゃう。あ、減ってるから欲しちゃう。欲しちゃうから欲しちゃうだと思う。何の意味も分かんないでしょ。そうだね。ちなみにこのセロトニンが不足してしまうと、本能的に食欲が抑えられなくなり、肥満の原因ともなりかねませんので、トリプトファンが豊富に含まれる食材である乳製品や大豆製品をバランスよく取っていただくといいと思います。へぇ、乳製品、トリプトファンのサプリあるらしいよ。乳製品、トリプトファン、その抑えたいやつ。そうなの。それじゃあもう食ってりゃ、飲んでりゃあれかい、食欲がある程度抑えられるのかな。発作ない、発作ないの。なんだっけ、幸せホルモン、幸せホルモンは何、幸せホルモン、幸せ成分はセロトニン、セロトニン、セロトニンのアプリはないの。アプリじゃねえわ、サプリか。あ、ちなみにこれオートミール調べてみたら、うん、オートミールはトリプトファンも含まれているらしいな。あ、あら、だからなの。だからいいのかもしれない。これも合わせていいのかもしれないな、ひょっとしたら。なんか補強された、ちょっとよかったね。うん、バナナとかもトリプトファン含まれているらしい。バナナ、トリプトファン、じゃあ何いいのかな、わかんない。どうなんだ。詳しくはみんな調べてくれてもね。ああ、ちょっとサプリあるなら。お前サプリ挑戦行くなよ。サプリで補おうとするなよ。そうだよ、お前は。でも二人もだっていいサプリあったら飲みたいでしょ。まあまあね。そうでしょ。ビタミン飲んでるからな。結局じゃあサプリは飲んでんのね。サプリ飲んでるけど俺は運動してますから。ああ、もうそれ言ったらずるいな。その運動やめろよ。運動を武器にする。運動しますからね。武器に振るってくるのやめろ。そうするともうそれ強いぞ、ちょっと。そうだよ。それずるいぞ。そう、それ逆だと霊法だからな、そんなの。禁止禁止。だからそのサプリには頼ってるわけじゃないです。うちら熱血だからちょっと弱いんだよ、なんか今。ダメよ。必殺技できないやつが3人ぐらいいるんだから。そう、そいつ出されたら終わりよ。ということで、今週はこの辺にしときましょう。はい。動画見てる方、下の方にあります番組説明、概要欄、すべてのお便りはこちらというところからメール送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。何かありますか？告知することは、そういえば、プレステ5のやってきたよっていうの言ったっけ？言ってない。あれ？動画出たよ。出るよとは言ったけど、出たよとは言ってないよね。出たよとは言ってないな。出たよってじゃあ言うね。出たよ、出たよ、出た、見てね、見てない人いたら YouTube に動画上がってますんで。上がってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、これぐらい、はい、はい、三人称雑談第324回、
はい、以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら、バイバーイ。